小1の11月から小2の5月上旬までに体験した話です。上記はめちゃくちゃ中途半端な時期ですが、一時的に転校しました。発端は私の心霊写真。小学校入学の記念に、写真館で一人おすましして撮影。その写真が心霊写真として出来上がってしまった。当時は特にひどくて8から9割が心霊写真で、私の写真だけ別のアルバムに入れて、仏間の奥に厳重保管されるレベル。写真は10人。10匹?の半透明な何かに囲まれ、私も半透明だった。当園の本家がその噂を聞きつけて、ぜひその写真を送ってほしいと土下座訪問してきた。両親は心よく写真を渡してしまった。その本家というのが、当園の親戚に、就学前後の女の子はいないか?と聞き回っていたらしい。両親も、養子縁組の話かな?と、勘ぐったそうだが、何せ私は不思議ちゃん。心霊写真を本家が持ち帰れば、きっともう何も言ってこないだろうと思ったらしい。お盆の8月15日が過ぎて、涼しくなってきたなぁ、と近所の空き地で、虫取りをしていると、母親が駆け足でやってきた。ME ちゃん、本家の人が突然いらっしゃってね、ME ちゃんに会いたいって。私は来客用の高級菓子が食べられると思って、虫取りを中断。まっすぐ、家に飛んで帰った。スーツを着たお兄さんが、ずっと父親に土下座したまま。お願いします。と何度も言っている。とても異様だった。困りますよ。と、父親は札束をその人のカバンに詰め込んだ。お金、土地、一生涯の保証、何でもいたします。お兄さんは泣きながら懇願。ME、本家がお前を欲しがってる。絶対、養子になんか出さないからな。父親があんなに怒るのを初めて見た。お盆で本家筋が全員集まって、ME ちゃんなら、カリコ、ではなく、カリ様、が務まると、喜んでおったんです。どうか、お願いします。ME ちゃんを少しの間、本家に招きたいんです。だから、そのカリコだかカリ様だか知らんがな。そんなのどうするんだ。小さい子にいたずらする気なんじゃないか。このロリコンども。そこへ父方の祖父母も駆けつけてきた。やめんさい、まるまる、父親の名前。分家の分家の分家みたいな我が家から。カリ様、が出るのは、それはそれはめでたいことなんだよ。おばあちゃんがパシッと父を叩いた。本家の後取り息子夫婦はかなり若い時に結婚して、ずっと子供ができなかった。それで、その土地の風習である、カリコ、をすることになった。カリコとは、期間限定で親戚の子をレンタルすること。親戚の子を引き取って、実子のように可愛がって育てると、自然と子供ができる。子供ができたら、宴を開いて盛大にカリコを送り出して、元の家に戻す。それにいくつかの制約、条件、そしてリスクを課したのが、カリ様。カリ様は女の子だけ OK、カリ様を泣かせると誘惨する。カリ様が死ぬと血筋が絶える、絶家になる。カリ様イコール外から招く神様?本家は不妊治療と並行して、3人カリコをしたが、邪魔された、らしい。本家の血筋が弱まれば、その地域で得する人たちがいたからだ。それで、霊的に強そうな?そんな女の子を探していた。でもねえ、かなりの遠縁ですよね。他の分家筋の方々に申し訳が立ちません。おばあちゃんがやんわり断ろうとした。ですから、分家筋の方も根回しはしました。今回のことでかなりの人たちが動いています。でもねえ、私たちジジババも両親も、本家ついていけないのでしょう?心配だわねえ。お守りいたします。お兄さんが顔を上げた。俺は知ってるぞ、前のカリコ3人全員、血ヘドにまみれて死んだんだ。何が、お守りします、だ。孫はやらん、だから、あんたらには関わりたくなかったんだ。おじいちゃんは、本家とは絶縁とまではいかないものの、交流を拒んでいたらしい。この大バカ息子。と父、おじいちゃんに張り倒される。結局、必死の説得を受けて、私は本家のある愛しへ移ることになった。神奈月の10月が過ぎ、11月1日。丸一日かけて、世話役の、解散、と、地元から遠く離れた本家のある愛しに到着。本家の大きな門をくぐる前、車から降りてお辞儀をして中へ進んだ。それから歓迎の儀式だったが、歓迎というよりは葬式みたいにしめやか。子供もたくさん来ていたのに、誰も喋らない。儀式を行う本家当主以外誰も喋らなかった。当主も特殊な祝詞みたいなものをあげていた。次の日からは常に、監視役やら世話役やらに囲まれていた。朝起きると、井戸水を頭からかけられる。間食なし、三食はせ、小を避けていたのか、肉、魚、卵厳禁。お腹が空いたからといって、台所に近づいただけでも、火で汚れるから、と怒られる。夕方から、当主や跡取り息子よりも先に一番風呂。登下校は完全送迎。息抜きといえば学校で勉強することと、
自分を必要としてくれる、例の息子夫婦に甘えるくらいだった。そんな楽しい学校でも、ちょっとした歪みが出てきていた。転校初日から、私は名無しで生活していて、学校でも本名を名乗れなかった。特に、休暇出身の担任、次郎先生は事情を知っていて、私を、おみかり様、と呼んでいた。かりこ、と呼びかける児童には、きつくお灸を据えたので、上級生からも、注目を浴びるようになってしまった。なおかつ、登下校の送迎と、授業中も教室の後ろや廊下で待機している、世話役の、解散、が目立つ。そのため、転入先のクラスメイトは私をいじめるようになった。いじめはエスカレートして、教室に入った途端、投げつけられた花瓶が当たって顔を切ってしまった。次郎先生は大激怒して、おみかり様になんてことをするんだ。と怒鳴って、いじめていた子たち全員に平手を打った。私がちょっと怪我をしただけで、解散は謹慎。代わりに、エイジさんが世話役を代行した。エイジさんが代行を務め始めて数日後に、事態はもっと悪化。放課後、エイジさんは教室から出て行ってしまった。どうしたのだろうと思っていると、私、知ってるよ、カリコの子、仕方。急にクラスメイトのナナコちゃんが、私の腕をぐいっと掴んだ。有無を言わさず、他の女子も私を掴んで、女子便所へ連れて行く。一番奥の個室の洋式トイレに蓋をして、私を座らせた。ナナコちゃん含む9人の女子が、ぎゅうぎゅう詰めになって入ってくる。カチャッと個室の鍵がかかる音がした。私は三つ編みの髪をむちゃくちゃにほどかれた。カーリコ、カリコ、つつかれめいに、サイコロ。振ってー、下脱いでー、直筋、足直筋、中綿紡いで、糸引いてー。延々と不気味で意味不明な歌を歌いながら、一人ずつ私の髪を一束握って、除菌、除菌とハサミで切っていく。ザンバラ頭でどうにか学校を飛び出した私は、もう怖くて怖くて、愛しからとにかく出たい、逃げよう、家に帰ろうと必死で走った。ただ、土地勘のない愛しから、車でも帰れるかどうかという遠い地元へ、どうやっても逃げることはできなかった。夜の9時過ぎ頃、警察に保護された。家出人の捜索は出ていない。この辺りの子ではない様子。名無しで、本名を名乗らない生活していたので、警察でも名乗らなかった。バレたら、また本家行きだと怖かったし。ああ、もしかして、M 家、本家のこと、のおみかり様でねえか？ああ、また、随分ひどいことされましたな。大丈夫です。今、M 家に連絡しますから。解散がやってきた。エイジさんは？いなくなった。ごめんな、怖かっただろう。エイジさんの届けで、出していかれますか？解散は警察に聞かれていた。いや、明日にでも。とりあえず、今日は失礼します。本家着くと、当主に呼ばれた。悪かったね、本当に、今、みんなで話し合っているから。君は7歳だから、あと7日で死ぬかもしれない。君が来る前に、3人のカリコが死んでいる。相手は本気だ。カリコやおみかり様も、カリシロ、と総称があるらしい。地方、地域によっても名称はコロコロ変わる。カリシロ、は4歳から9歳が選ばれる。もともとは、子供ができるようにと始まった風習。しかし、いい、カリシロ、の中には、その家を栄えさせる座敷わらしや氏神のような、素質を持った子もいる。それがおみかり様らしい。また、家を栄えさせる力があるから、カリコに何度失敗しても、おみかり様を迎えれば子供ができる。おみかり様を出した家は迎えた家から優遇され、お金や土地といった財産も分けてもらえた。それを妬んだり、自分の家の子もおみかり様の素質がある、と、嘘をつく人たちも出てきた。だから、その家が滅びるように、自分の子がおみかり様になるように、カリコになるように、と、今いるカリコを子、す呪法がある。そう、言われても正一には全然わからない。一例を当主は教えてくれた。この一例は昔の話らしい。神社のご神木の枝を神に選ぶ。呪い子、死体カリコが使っている、布団から抜いた綿で神を覆う。カリコから切った髪を束ねて、その芯の入った綿に巻きつけぐるぐる状にする。これで、ジュグ完成。ジュグを包む箱みたいなのは、釘といった金属を使わないで作る。箱を使える状態にするには箱を作るだけではなく、箱に効果を持たせるための生贄みたいなのが必要。また、箱の中にジュグを収めなければならない。そのための土台や基礎になる生贄も別に必要。昔、あるいは古代の人の骨を食べさせた女を、ひどいやり方で孕ませて、できた胎児を無理やり取り出す。落とした胎地獄の刑罰と、同じ刑罰に合わせて子、すこともあった。箱に入れるために、どうにかして小さくした遺体を、札で包むように貼り付けて。数珠や縄、紐、紙、縛れるものがあれば縛れるだけ縛る。完成した箱に数珠を収めて、カリコの年の数と同じ日数だけ神棚や祭壇に祀る。
カリコが死んだら、呪い箱は特別な場所に安置するらしいので、誰にもわからない。その話を聞いている途中から、もう吐き気が止まらなかった。大人の話は難しかったが、私はもう呪われて死ぬんだと直感した。髪を切られた日の深夜から、もう戦争のようだった。本家筋や、その息のかかった男衆が血眼になって、私が証言した9人の家を含む、地域一帯を鬼のごとく練り歩き、また、本家とつながりある、と偉い旧家からも助っ人が来て、愛しに乗り込んできた。警察も夜間や昼間に職質や検問をして、不審な車両の積み荷をチェックした。二日目、吐き気以外は何も症状がない中、地元の医師ダブルが訪問診療をしてくれた。ストレスかねえ。熱もないし、お腹も痛くないか。ふと医師が帰り際布団の下に、何かを滑り込ませた。何かなぁと思って、布団の下をめくると、真っ黒い札が出てきた。あのヤブ医者が、と、事態を聞きつけた男衆が、ダブルを車から引きずり出してきた。すみませんでした、許してください。医師ダブルが土下座している。医師ダブルは昔、堕胎なのか解剖なのか、何かは聞けなかったが違法な手術をして、生贄になりそうなものを、呪いを行う人へ提供していたらしい。もうヨボヨボで手術はしていないと言って、ダブルは返された。手元には真っ黒い札が残った。ダブルの話では、何やら墨で字が書かれていたらしいが、真っ黒ではなかったそうだ。あんなヨボヨボのおじいさんまで、凶暴して子供を殺そうとする。そんなにカリコが悪いのかなぁ、と考え込んでしまった。おじいさんは本心では積極的反対。実際には、消極的反対だったと思います。特に、我が家と親戚一同、本家に分家は絶対服従とまではいきませんが、絶対追従、みたいなところがありましたので、3日目、私はかなり変なことを、ぶつぶつ言うようになっていたらしい。全然、覚えていないけど、また、亡くなった3人のカリコと違い、寝たきりでもなく、なぜかブラブラ徘徊する。今まで、カリシロ、が呪われてもこんなことはなかったとか、ランラン鼻歌を歌いながら、寝巻きを着て裸足でスキップ。人に出くわすと、うちん髪切ったアダーが、私の髪を切ったのは誰だ、と必ずニヤニヤして聞くそうだ。そして、9人のこの家の前に差し掛かると、切ったアガナ、切ったアガナ、カーシア、カーシア、切ったな、切ったな、返せ、返せ、とわめいてケタケタ笑う。これには、男衆も、触らぬ髪にたたりなし、状態で、一応怪我をしないように、見張りはつけるが放置していた。そして、最後に、待っとるやー、お遊び、待っとるやー、待ってる、遊ぶの、待ってる、と言い放って、スキップしながら去っていく。これは偉いもんに手を出した、と私の髪を切った9人中6人は、4日目までに名乗り出てきて、本家に頭を下げに来た。5日目まで、食うて、食うて、しまい。ああ、待ち遠し、待ち遠し。食べて、食べて、終わり。ああ、待ち遠しい。と9人の家に何やらわめきに行っていた私が、6日目の朝、突然寝たきりになった。これには大人たちも首をかしげた。呪いを吹き飛ばしていた様子だったのに、いきなりまた苦しみ出した。このまま死んでしまうのか?と当主も焦り出した。すると、本家の婆様、先代当主の奥さん、が、ふと、ようやったわ。後悔するえ。とつぶやいた。一族の男、集められるだけ集めろ。と婆様は立ち上がった。婆様がすべての陣頭指揮を取って、呪いに対抗すべくあらゆることをした。7日目の夜、男衆が部屋の四隅、壁、障子を囲むように、布団を敷いて寝る準備を始めた。お着替えしましょうね。本家の女の人たちに呼ばれた子たちと、一室に閉じ込められる。私はもう意識は朦朧としていたが、5人の男の子、10から12歳、と同じように、目隠しをされた。次に、女の子ものの浴衣を着せられた。浴衣の右袖には水晶のかけらを忍ばせ、胸先に返しを挟んだ。そして、口紅を塗ってもらって、その返しで拭き取り、汚れた返しを折って結んで、左袖に忍ばせた。そうして、男衆の部屋の中心に敷かれた、敷布団6枚の真ん中に運ばれた。男衆が内側から札を貼り、残った本家の人たちが外側から札を貼る。作業が終わると、男衆はそのまま布団で寝て、本家の人たちは隣の仏間の部屋で寝た。夜明け前の一番空が真っ暗になる時間帯。空気も冷え、雪は降ってないと思うが霜は降りてる寒さ。いきなり、何かの気配に鳥肌が立った。女の人が泣く声と、赤ん坊がわめく声が合わさったような。という叫び声が、部屋の周りでぐるぐる聞こえる。婆様が言う、えし、だか、えず、だかと、呼ばれるものが来たのがみんなわかった。
仮しろ、は神様や精霊、仏の類と完璧な人間、つまり成人した人間、の狭間にいるとされるらしい。そのため、人間の力ではなく、絵師に頼んで子、してもらうのだそうだ。絵師に子、してもらうことは、病死や事故、事件で死ぬよりも、機械な死に方をするから、すぐにわかる。私が選ばれる前に、息子夫婦の仮子3人は開始している。何か濡れた音がする中、血生臭いだけでない獣臭？不臭以上の異臭が漂い始めた。多分、人や人の子、獣、神様、悪霊が、全部一緒くたになった、巨大な化け物が這うように動いている。男衆の中でも、うめき声を漏らす人がいた。すると、絵師は動きを止めて、ケタケタ不気味に明るく笑い出す。そんな時、と変な音がした。ギャハハハハ。小さな子供の笑い声とともに、パタパタ部屋の周りや天井の上や床下を、走ったり飛んだり跳ねたりする音が聞こえる。絵師は今まで子、してきた仮子を、死んだ後も逃さず、己の糧にして刺激する。最初は三人。その音が聞こえるたびに、笑い声も足音もどんどん増えていく。元カリコが絵師から分裂したようだ。そして、元カリコがペタリと私に触れる。きっと、五人の男の子たちも触れられているだろう。おえつを必死にこらえる声が、隣の男の子からも聞こえた。探しているが、どうも私を見つけられないらしい。しかし、男の子たちはあまりの怖さに耐えきれず、男衆の方へ逃げてしまった。残された私に、どんどん元カリコたちが集まってくる。元カリコの一人の手が、私の額に触れようとした。その時、と、元カリコの手を叩くような音がした。私はスーッと眠りについてしまった。その瞬間、ざわーっと風が吹いたそうだ。どこからか風が吹き込んでくる。鈴の音が3度。その直後、歌舞伎の舞台で、足をダン、と床に打つようなラップ音が、間隔を空けずに響き出した。あららー。と絶叫の後、異臭がしなくなったらしい。みんな、絵師、が去ったと安堵したそうだ。8日目の朝、男衆が続々起き出し、自分たちの布団に潜り込んで寝ている、男の子たち5人を起こした。あの子、どうした？しかし、男の子たちは目隠しをやっと取ってもらえたばかり。私は本家の結界で守られた部屋から消えていた。そこへ神社の社務所から M 家に電話が入った。どうやら、神社でニタニタ笑っていたらしい。発見した神主はすぐさま M 家に連絡、事情を説明した。神主が発見した当初、私は手招きをしたそうだ。カーシア、カーシア、返せ、返せ、と言って、神主を神社の裏手へ導いた。すると、森戸から異様な匂いがする。掘り返してみると、真っ黒の箱が出てきて、絵師を呼ぶための呪い箱がいくつも発見された。私は本家に戻され、に、3日ずっといびきをかいて眠り込んだ。結界のために貼っていた外側の札も内側の札も、私の布団の下に潜り込んでいた札同様、真っ黒になっていた。結局、9人中、最後まで白を切り通した3人の女の子は、学校へ通えなくなってしまった。一人は体の一部の絵師が分かって、体を部分的に切り落とさなければならない。一人は肺がしぼみ、内臓がねじれるだけねじれて、おかしなことになった。もう一人は奇病で、歯がすべて抜け落ちて、ありとあらゆるヘルニア、横隔膜や腹膜や、潰瘍が見つかった。カイさんは、小さい頃からこういうのを目にしていて、あの三人、もう子供産めない体になったなぁ、と言っていた。彼女たちだけでは、絵師を作れないから、子供だけではなく大人にも、何らかの被害は出ていたそうだなぁと不安だった。しかし、カイさんが完全否定した。多分、箱を作った奴らも切り札はあったと思う。だから、髪を切っただけの子供が、大人の代わりにああなった。それにしても、最後に出てきたのはお前を守っている、神様や守護霊だったのかな。絵師を永遠踏み潰すようなラップ音、すごかったなぁ。絵師もびっくりしただろう。その後、跡取り息子の奥さんが無事解任。私はその奥さんが無事安定期を迎える、ゴールデンウィークまで愛しにいた。ゴールデンウィーク後、無事地元に帰り、元の小学校の恵子先生のクラスに戻った。これで終わりです。父の反対について、父は甲斐さんが訪ねてくるまで、全く、仮子、の風習を知らなかったそうです。だから当園の本家とも、年賀状のお付き合いもないくらいで服従心なし、他人も同然のようでした。
ましてや、平凡な一般家庭から裕福な家に、養子や里子に出すような話が湧き出るなんて、おかしい。それに、電話や手紙ではなく、本家から使者の解散が来たから、事件性をまず考えたようです。だから、父はもう反対。おじいちゃんのバカ発言について、私の心霊写真は結構な枚数があって、厳重に隠してありました。おじいちゃんは親戚に不吉なことがあると、すべて私のせいにされかねないと心配していました。それなのに、養子候補には、ふさわしくないほど不吉な子、と思わせたかった父親に対して、バカ、と言ったんだと思います。同意について、両親とおじいちゃんは反対でした。おばあちゃんは、カリコ、の良い風習は知っていて大賛成でした。ただ、絵師、のことは知らなかったそうです。親元を離れるのがかわいそうだし、おじいちゃんに背くわけにもいかないので、私に強く勧められなかったそうです。最後は解散の説得で、家族全員が納得し、カリコ、に同意しました。フィルムごと紛失しました。別の店員がミスしました。など、どこの写真屋もはぐらかすので、生後数ヶ月までの私の写真はないんです。近くのおじいちゃんの知り合いの写真館に、毎回現像をお願いするようになってからは、そういうことはありません。他人に危害を加えるらしいので、他のアルバムと一緒に保管しない、などアドバイスをもらっています。英治さんは理解されていました。カリココ、市の一派の大人たちが頼んだ、危ない人に呼び出されて、別のところへ連れて行かれて、私の仮様期間が終わってからも、別の地域の病院に入院して、治療に専念していたそうです。私は一言もなしに転校しなくてはならなかったので、一君とみこちゃんには、帰ってから話そうと思ったんですが、一君は帰ってからも、何も言ってきませんでした。みこちゃんには、愛しの M 家でしょ?とズバリ言われました。みこちゃんの親戚も、M 家に NRL 家の血筋だそうで、L 家とその親戚には、私のこともすべてダダ漏れだったそうです。田舎は怖いですね。かなり話をかいつまんで、なおかつところどころ伏せているので、話に矛盾が出てきてしまっているかもしれません。俺の祖父の体験談を一つ。当時祖父が住んでいたのは、お約束っちゃお約束だけど、偏僻な山麓の農村だった。住んでる人が少ない上に、その村から外に出ることもないから、村一つで、一個の大きな家族みたいな感じだったんだな。そこで当時小学生だった祖父は、肝試しとか鬼ごっことかして育っていった。そんなある日、祖父の親友、イカ、コウトスル、の家に、新しく弟か妹ができるみたいな話を、その子から聞いたらしい。祖父も喜んで、また、家族、が増えると心の底から祝ってやった。コウの話だと、もう弟の場合も妹の場合も、名前は決まってるらしい。親にその名前の由来を聞いたら、大きな幸せを作るように、とかのもっともらしいことを言われた後に、ずっと前から決まってたんじゃ、みたいなことを言われたらしい。当時の祖父は、よくその意味がわからなかったらしいが、なんとなく幸せそうな雰囲気だってことは、わかったらしくて、ただただ笑っていたらしい。そんで、こうに下の子ができるってことが、周知の事実になったある日、こうが祖父とその親友、イカ、オツとする、に、神妙な顔で相談を持ちかけてきたらしい。どういうことかというと、父ちゃんが毎晩遅くに、どこかにふらふら歩いてってしまう。いくら聞いてもどこに行くのか教えてくれないし、すごく遅くに帰ってくることもある、という内容だった。祖父とオツは、お産が迫っていろいろ忙しいんだろう、みたいなことを言ったが、こうは必死な顔つきで泣きそうになりながらも、違う。なんだか言って帰ってくる時の父ちゃんは怖い。なんだかわからないけどすごく不気味なんだ。他の大人に話しても取り合ってくれないし、と主張する。事態はわかったけど、どうしたものかソフトコーが頭をひねらせていると、オツが突然思いついたように言い出した。それなら夜俺らで集まって、コウの父ちゃんの後についてったらいいじゃん、みたいなことを言ったらしい。コウも祖父も、え?って感じだったらしい。夜に出歩くということもさることながら、なんだか不気味な雰囲気が漂う提案である。コウが返事に困っていると、オツが、なんだ、怖いんか?今度お兄ちゃんになるんだろ?という風に、兄、というワードをちらつかせる。するとコウはすぐに、わかった、いけえんだろ。と了承したらしい。こうなると祖父もしぶしぶだが、参加せざるを得ない。深夜、オツは祖父の家に、コウと祖父はオツの家に泊まりに行くと嘘をついて、コウの家の前に集まった。しばらく三人が物陰から様子を伺っていると、なるほど、コウの父がふらふらとどこかへ誘われていく。すぐに三人は後ろに続き出した。真夜中、月の他に明かりもない道をふらふらと歩くコウの父。だんだん民家もまばらになり、やがて闇と無音が辺りを包んだ。
コウはもう泣きかけで、必死に祖父にしがみついて歩いている。いつまで歩くんだ、俺らは家に無事に帰れるのだろうか。そんな考えがだんだん濃くなり、祖父がとうとう、帰ろうや、と言おうとした時、オツが小声で、隠れろ、と叫んだ。一番視力のいいオツに言わせると、コウの父は雑木林の中の、物置のような小屋に入っていったらしい。三人は岩陰から物置を見守る。すぐにコウの父は物置から出てきて、またふらふらと人をたどっていった。コウの父が完全に見えなくなったのを確認すると、オツが立ち上がり、よっしゃ、帰り道は覚えた。川に回渡って右だ。と言いながら、持参した油と布切れと、そこいらの枯葉を枝に巻きつけて、小型松明、みたいなものを作った。それに着火すると、なかなかに当たりは明るくなる。コウは幾分安心したようだ。祖父も暗闇から解放されて安堵していると、すぐにオツが言った。ほれ、早くあの小屋覗くぞ。これすぐに火消えちまうから。祖父もコウもその一言に相当びっくりして、首を横に振る。オツの神経が信じられなかったという。しかしオツは、また。お兄ちゃんがそんな弱虫だと、下の子はかわいそうだな。みたいなことを言ってコウを挑発する。仕方なくコウも祖父も建物に入ることにした。古い木材でできているきしむ扉を開けて、中に入る。そこには、穴、があったらしい。小屋の広さはさほどじゃないが、床に一部分大きな穴が開いている。木材が腐って開いたような穴じゃなく、完全な円形の穴だ。床を貫いて、下の土にも穴は続いている。覗いてみると、深く、暗い。この時点でコウも祖父も、相当不気味なものを感じ取って、ただただ身を寄せ合って震えている。すると、オツが突如お笑いしだした。コウも祖父も状況が飲めずにいると、オツはなおも笑いながら言う。こいつは便所だコウ。四隅に髪が重ねてあるだろ。そいつで尻を拭くんだ。祖父も初めはポカンとしていたが、やがて笑い出した。なんで便所をこんなに怖がっていたんだ、と。コウはただぼーっとしている。オツが穴をまたいで、そうするジェスチャーをした途端、コウが口を開いた。違う、これ。便所じゃないよ。壁、おかしいもん。え？と祖父もオツも壁を振り返る。そして凍りついた。壁にはびっしり紙が貼られていた。四方全部、ところどころ隙間はあるが、そしてそれには、それぞれ祖父の村の、村人の名前が書かれていた。三人はただ壁を眺める。不意にオツが、あ、と声を漏らした。オツが指さした紙を見ると、そこにはオツの名前が書かれていた。オツより年下の子供の紙が、わずかにオツの名前の紙に重なっている。すぐにコウの紙も、祖父の紙も見つかった。コウの母の紙も、オツの父の紙も、全部、立ち尽くしている祖父とオツをよそに、コウは墨の紙を手に取る。少しの間、コウは紙の束をめくっていたが、やがて2枚の紙を見つけ出して抜き出した。これ、俺の下の子につける予定の名前だ。その紙には、名字のスペースは空白だったが、以前聞かされた弟、妹の名前が書かれている。コウはその2枚を突き出したまま固まっている。祖父が振り返って墨の紙の束を見る。そこにはやはりびっしりと、聞き覚えのない名前があった。これ全部、これから生まれてくる子か？びっしり名前が張り巡らされた四方の壁、床の真ん中の大きな穴、そしてこれから生まれてくる、子供の名前が書かれた紙の束。ここに村がある。その時、ふっと小型松明の火が消えた。突如真っ暗になる。三人は弾かれたようにその小屋を出て、一目散に走り出した。無我夢中で各々の家に帰ったという。祖父はその何ヶ月か後に、関西の方に引っ越すことになる。結局、何かタブーのような気がして、あの小屋が何だったのかは、大人に聞けずじまいだった。たとえ教えてくれるという大人がいても、決して詳しく聞くことはしなかっただろう。と祖父は言う。祖父はこの奇妙な体験談を話し終えた最後に、布団の中でこう言った。あの紙の束には、当然生まれなかった子供らの名前が、含まれるわけや。コウの家に生まれたのが弟だったら、妹用の名前はいらなくなるやろ。他の家族の子に、その名前を使い回すこともできるけど、多分そうはせんかったと思う。多分、その使われなかった名前、というか生まれなかった子供らの名前を、その穴に捨ててたんとちゃうんかな。昔から長いことずっと、多分、あの小屋がなんとなく恐ろしかったのは、真ん中の穴があったからちゃうんか。子供の名前を捨て続けた穴。今やっても、ようはそこに行く気はせえへんわ。まあ、もう脳なってしまっとるやろうけど。それだけ言うと、祖父は眠った。これは、私が何度か霊視していただいた、霊媒師の A さんから伺った話です。A さんの知人にはやはりというべきか、霊感の強い方が多く、かつ知識も豊富にお持ちの方がたくさんいるそうです。その中でも特に霊感が強く、
霊に関する知識に精通しているのが B さんでした。B さんには結婚して20年になる旦那さんがおり、休日には必ず一緒に出かけるほど、仲が良かったそうです。しかしある日、旦那さんは家の階段から落ち、打ち所が悪かったらしく急逝されてしまいました。A さんはお葬式で B さんに会ったものの、あまり悲しんでいる様子はなかったそうです。ですが、話しかけても上の空で、しきりに考え事をしているようでした。きっとあまりの悲しみに、心が追いついていないのだ。しばらく時間が経って、気力が回復したらまた話そう。A さんはそう考えて、しばらく距離を置くことにしたそうです。2週間ほど経ったある日、A さんに突然連絡が来ました。それは普段通りのような様子の B さんで、見せたいものがあるから家に来てほしい、とのことでした。何かは打ち明けてくれませんでしたが、それで元気になってくれるならと、家まで見に行くことにしたそうです。家に着くと B さんが出迎えてくれました。髪もしっかり整えられ、化粧もしている様子に、A さんは少し安心したそうです。自分を投げ出すようなことにはなっていなくて、本当に良かった。B さんにそう伝えると、ただ不思議そうな顔をされたそうです。何か違和感がありましたが、A さんは B さんのお宅にお邪魔しました。家に入った途端、胸が使えるような空気の重さを感じました。ここは外の空間とは完全に隔離されて、気の流れが止まっている。おかしな状態になっていると A さんは感じました。そのことをすぐ B さんに伝えようとしましたが、すでに家の奥に入ってしまっていました。B さんを助けるため、A さんはやむを得ず奥へ進むことにしました。あまりに空気が重たく、息も怠惰になりながら廊下を進みます。リビングに入ると重さはさらに増し、カビとすすが混ざり合ったような、妙な匂いまでするようになりました。B さんはリビング奥のテーブルの上に、お茶を用意していました。カーテンはすべて閉め切られており、明かりはついているはずなのですが、まるで黒いもやでもかかっているかのように、部屋全体が薄暗く感じられました。A さんが B さんに声をかけようとした瞬間、テーブルについている、影のような存在に気がつきました。あれは何なのだろう。影しか見えないのに、じっと見られていることは確信できました。A さんはしばらく、黙って立ち尽くすしかなかったそうです。A さんがしばらく立ち尽くしていると、B さんが振り返り、お茶の準備ができたからどうぞ、と言いました。旦那もいるけど気にしないで、と。旦那もいる、B さんはごく当たり前のようにそう言ったのです。A さんは冷や汗をかきながら伝えました。あなたの旦那さんはもう亡くなったでしょう。悲しい気持ちはわかるけれど、お願いだからそれを思い出して。B さんはしばらく黙っていましたが、口を開きました。そう、旦那は死んだけどここにいるのよ。見せたかったのはこれなの。そしてテーブルについていた影を指さして、わからないかもしれないけど、これが旦那なのよ。説明したいからお茶をどうぞ。今さら聞かずに帰れるわけもなく、A さんは、重い空気と嫌な匂いが強くなるのを感じながら、テーブルに着きました。B さんは暗さも匂いもまるで感じている気配がなく、淡々と話し始めました。旦那さんが階段から落ちて亡くなった日、倒れているのを見つけた B さんは、すぐに救急に連絡しました。しかし、脈はなくピクリとも動かない様子を見て、これは助からないと悟ったそうです。あまりに急なことだし、きっと霊体だけこの辺りに抜け落ちている。そう確信した B さんは階段を上り、2階を見回ってみました。案の定、旦那さんの霊体は自分の部屋で漂っていたそうです。こういった霊体は、放っておけばそのうち外の木と混ざって、出て行ってしまう。それを知っていた B さんはとっさに、すべての部屋の雨戸、窓、カーテンを閉めて、霊体を閉じ込めました。さらに水槽と鏡を窓と玄関に置き、気の流れを止めました。それから2週間、こうやって漂う旦那さんの霊体と、一緒に過ごしているそうです。声こそ聞こえませんが、B さんには旦那さんの姿がはっきり見え、話しかければ反応もしてくれるとのこと。話を聞き終えた A さんは、どうしていいかわかりませんでした。明らかに家の空気はよどんでおかしくなっていますが、B さんにとってはそれでいいのです。結局その後も、家と旦那さんの霊体について何も言えず、10分ほど話していた A さんですが、いよいよ空気と匂いに耐えられなくなり、逃げ出すように帰りました。帰り際に玄関で、また話しましょう。と手を振る B さんの背後では、旦那さんの霊体が漂っていました。生前もあんな風に見送ってくれていたことを思い出し、泣きそうになった A さんは、あれでいいのだと自分に言い聞かせて、何も言わないことに決めたそうです。それから1ヶ月ほど経ったある日の晩、泣きじゃくる B さんから突然連絡が入りました。聞けば旦那さんの様子がおかしいとのこと。何ができるかもわかりませんでしたが、A さんはとりあえず駆けつけることにしました。B さんの家に着くと、裸足に部屋着の状態で、道端にうずくまる B さんがいました。よく見ればあちこちに血が滲んでいます。
A さんを見た途端また泣き出す B さんをなだめ、話を聞くことにしました。あれからも何事もなく過ごしていた二人ですが、だんだんと旦那さんの霊体に異変が起き始めたそうです。仕事から帰ってくると玄関に立っていて、凄まじい形相で B さんを睨みつけてくる。家の中があちこち荒らされて、あらゆる水から異臭が漂うようになった。霊体が赤黒く濁ってきており、今までのように話しかけても、反応が返ってこなくなった。それでも今更どうすることもできず、B さんはただ、旦那さんと一緒に家で暮らしていました。そして今日、仕事から帰ってリビングで食事をしていたところ、突然コップが破裂して B さんは怪我をし、赤黒く濁った旦那さんに襲われ、されそうになって外に飛び出したそうです。あまりのことに A さんは言葉を失いました。普通の霊体がだんだんと悪霊と化すなんて、今までそんな事例は聞いたことがなかったそうです。それでもこのままにしておくわけにはいかず、B さんに尋ねることにしました。こんなことになったらもう、どうすることもできないから、旦那さんの霊体を払ってもいい？しばらくの沈黙の後、B さんは、よろしくお願いします、と絞り出すように言いました。A さんには、これに対処できるほどの力はなかったので、次の日に知り合いの払い師さんに、来てもらうことになりました。その日の晩、A さんの家に泊まった B さんでしたが、自分がしてしまったことへの後悔か、一晩中泣いていたそうです。次の日の昼頃、払い師さんがお弟子さんを連れてこられました。随分とお弟子さんの顔色が悪いため、A さんは心配しましたが、払い師さんは、大丈夫、とだけ言って、お弟子さんと先に車で向かってしまいました。泣き疲れてぐったりした B さんに、一緒に行くか尋ねましたが、B さんは黙って首を振るばかりでした。仕方なく家に残し、A さんは B さんの家に一人で向かうことにしたそうです。B さんの家に着くと、払い師さんだけが外にいました。話を聞けばお弟子さんは中にいるようです。A さんと払い師さんは何度か集まりで顔を合わせて、連絡先を交換していた程度の関係で、どういった人なのか、どういう払い方をするのか全く知りませんでした。A さんは困惑し、一人で中に入れて大丈夫なんですか？体調も悪そうだったのに、と尋ねました。すると、払い師さんは面倒くさそうに、早口で説明をしたそうです。あれは弟子ではなく自分に多額の借金があって、今回の件で借金が帳消しになる。霊障なら人間を置いておけば、そのうちエネルギーが燃え尽きて沈まる。A さんはいろいろと引っかかりましたが、あと30分も経てば終わると聞かされ、待つことにしました。30分ほど経ち、払い師さんが A さんを呼びました。一緒に玄関に入ったところ、確かに重たくよどんでいた空気が、少し軽くなったように感じました。しかし、カビとススが混ざったような匂いに、生臭い匂いが強く立ち込めています。本当に静まったんだろうか？そう疑問に思いながらもリビングに入った途端、A さんは信じられないものを目にしました。両手両足を縛られ、口と目に布を巻かれた人が転がっています。どうやら失禁している上、顔の周りも何やらびっしょりと濡れており、ピクリとも動きません。生臭い匂いの正体はこれでした。A さんが振り返り、払い師さんを問い詰めようとした瞬間、ものすごい強さで腕を引っ張られて、廊下へ引きずり出されました。転びそうになりながらも相手を見ると、顔面が蒼白になった払い師さんでした。脇腹を押さえているので見てみると、黄色い液体が滲み出ているようです。そこからも家中に漂う生臭い匂いがしています。すぐに出て、救急車を。かすれた声でそう言われて、A さんは玄関へ押し出されました。目をそらす瞬間、払い師さんの背後に、赤黒く濁った人影が見えたそうです。そのまま外へ飛び出し、A さんは救急と警察へ連絡しました。15分ほどで先に警察が到着し、中に入っていきました。その後救急も到着して、中から払い師さんだけが運び出されてきました。とりあえず払い師さんの乗る救急車に同乗し、A さんは病院へ向かうことになりました。払い師さんの意識は朦朧としており、病院に到着後、すぐに治療室へ運ばれていったそうです。結局、払い師さんは助かりませんでした。救急車の中で最後に見た払い師さんは、お腹周りの皮がすべてなくなっていたそうです。それなのに血は出ておらず、黄色い汁だけが延々と流れ出し、生臭い匂いを放っていたとのこと。払い師さんのお弟子さんではなかったようですが、縛られていた彼がどうなったのかも、わからないそうです。A さんが病院であちこちに連絡したり、警察に事情を聞かれたりしているうちに、気づいたら夜になっていたそうです。ふと B さんのことが心配になり、連絡をしましたが繋がりません。警察からはとりあえず解放されたので、家へ帰ることにしました。家へ着き、玄関を開けた途端、あのカビとスス、生臭い匂いが鼻をつきました。今日あったことを一気に思い出した A さんは、取り乱し、逃げ出しました。街をふらふら歩いているうちに、朝になったそうです。結局昼過ぎまで、
カフェで過ごしたりしていた A さんでしたが、とりあえず家には帰らないといけませんでした。強い守護霊を持っている友人に助けを求めて、一緒に家についてきてもらったそうです。覚悟して玄関を開けたところ、昨晩の匂いは嘘のように消え去っていました。そして、B さんもいなくなっていました。結局それから一度も、B さんとは連絡が取れていないそうです。あれ以降 A さんは、霊的なことからは距離を置くようにしているらしく、集まりにも顔を出していないそうです。時々霊視をして守護霊の力を見るくらいだと、笑いながら話してくれました。A さんにも私にも強い守護霊がついており、私なら大丈夫だということで、今回の話をしてくれました。私が怖かった話を聞かせてと、強くせがんだせいもあるそうですが、それでも B さんの家には、もう二度と近寄らないとか、いくら A さんでも、これ以上縁を強めると、ただでは済まない確信があるそうです。それにしても、A さんは旦那さんの霊よりも、あの家を強く怖がっている印象を受けました。それに、B さんのことも原石さんのことも恐ろしいと。そこについては、尋ねてもはっきりとは教えてくれませんでしたが、人の命や霊をもてあそべば必ず報いを受けるんだと、何度もおっしゃっていました。あまり知識がないですし、私としてもわざわざ関わりたくないので、お話はここまでとさせていただきます。長い話を読んでくださり、ありがとうございました。今年の夏、今までの人生で一番怖い体験をした。自分の家は中国地方の山奥の田舎にある。俺はそこで、ちょっとした自然愛護のクラブに所属していて、いろいろイベントを企画したり、参加したりしていた。家から車で20分ほどのところに、〇〇山と呼ばれる山があるんだが、主にその山を舞台にして、クラブのメンバーで登山や、キャンプなどを催していた。その〇〇山で近々、一般の参加者を募って、クラブのメンバーで山のガイドをしよう、という企画が持ち上がった。〇〇山の魅力と自然の美しさを、もっと地元の人に知ってほしい、というのが発端。俺はその企画に賛同し、イベントの下準備などを受け持つことになった。俺の担当は必要な道具などの準備と、ガイドする場所の選定。何度も登った山だけに、道中はほぼ熟知しているが、やはり一度山に行って、実際に歩きながら考えようと、休日に一人で〇〇山へ向かうことにした。その日はいい天気で絶好の登山日和だった。俺はデジカメを片手に要所要所で、ガイドのパンフで使う写真を撮りながら、純粋に登山を楽しんでいた。そうして、目標地点まで半分あたりに来た頃、湧き水の出る休憩所で一休みしていると、少し天気が陰ってきた。帰ろうかと思ったが、イベント当日では、もっと上の方まで上がる予定だ。もう少し歩いて、天気が荒れそうなら引き上げようと、荷物を持ち直す、と。何か聞こえた。人の声みたいだったけれど、と、周りを見渡す。自分が歩いているのはちゃんとした登山コースだ。別に人と遭遇しても何もおかしくはないが、前にも後ろにも人影はない。風の音が人の声のように聞こえただけか、と思い直して歩き出すと。また聞こえた。聞こえてきたのは、コースからは外れた藪の方からだった。男とも女ともつかないが、か細く、弱々しい感じの声。誰かいるんですか？もしかしたら、怪我でもした登山客がいるのかと思い、声を張り上げた。だが、返事がない。少しためらったものの、藪の中へ向かってみることにした。気のせいならそれでいい。けれど、もし助けを求める人の声だったらと思うと、確認せずにはいられなかった。誰かいるか？声を上げながら進んでいく。藪は小柄な人ならすっぽり隠れてしまうほど高く、もし人が倒れていたら発見は困難だろう。藪をかき分けながら、注意深く周りを確認して進んでいくと、唐突に開けた場所に出た。そこは、自分も初めて見る場所だった。あれだけ密集していた藪が急になくなり、湿った土の地面に、ポツポツと木が等間隔で生えている場所。それらの木にはしめ縄のようなものがついており、その木々に囲まれるように、朽ち果てた木造の小屋のようなものが、ポツンと立っている。それはどこの家にもある、物置小屋のように見えた。俺はしばらく言葉を失い、突っ立っていたが、よ、またあの声が聞こえてはっと我に返った。この先の小屋の方から聞こえた。間違いなく人の声だ。確認しなければ、と思ったが、何か嫌な予感がした。まず、ここは何だろう。こんな場所、俺は知らない。今まで何度もこの山に登ったが、こんな場所があるなんて聞いたこともなかった。周りの木々で光が遮られているため薄暗く、どうにも不気味な感じがする。よ、それでも、聞こえてくる声は気のせいじゃない。人がいるなら、確認しないと。しかし大声を上げて呼びかける気にならず、息を潜めて、足音を立てないように、静かに小屋へ近寄っていった。
そうして小屋の前まで来て、俺は後悔した。小屋には扉があったが、その扉にはボロボロになったお札らしきものが、びっしりと貼り付けられていた。元は白かったのだろうが、遠目には茶色っぽく汚れていたそのお札が、扉の色に溶け込んで見えなかったのだ。扉には南京錠がついていたが、経年劣化によるものか壊れていて、プランとぶら下がっているような状態。そのせいで扉が少し開いていて、隙間ができている。よう。声が中から聞こえた。この時、俺はもう泣きそうな心境だった。普通に考えて怖い、あまりにホラーすぎる。ここから逃げたい。その一方で冷静な思考もあった。幽霊や怪物なんているわけがない。ホームレスの類かもしれないが、山で迷ったか怪我でもした登山客が、一時しのぎの狩宿としてここを使ってるとしたら、そう、やはり確認くらいは、した方がいいんじゃないか？と、どのくらい迷ったか、俺は後者の思考に従った。扉に手をかける。クイッと押すと、メキメキ、と埃をボロボロ落としながら、扉が開いた。中を覗き込むと、人がいた。こちらに背中を向けて、部屋の中心に立っている。女だ。着物なのだろうが、まるでボロボロの白い布切れをまとったような服装で、頭はボサボサ、腰あたりまで伸びた白髪混じりの黒髪。破れた着物の隙間から見える手足は、恐ろしいほど痩せ細っていた。その足元には、犬かタヌキか、動物の死骸が転がっていた。まだ新しいのか、流れた赤黒い血が床を濡らしている。て、て、か、よ。その女性は何かボソボソとつぶやいていた。歌だろうか？聞き取れないが、一定のテンポを感じる。ああ、これはダメだ。現実離れした光景を見ながら、俺は妙に冷静にそう思った。見てはいけないものを見た。関わってはならないものだ、逃げよう。俺が一歩後ずさると、女がぐらっと揺れて、顔を左右に振り始めた。ブルブル。ブルブル。ブン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 。振り幅がだんだんと大きくなり、長い黒髪が大きく振り回される。出てちゃいかよ。何を言ってるのかさっぱりわからないが、とにかく異常だった。俺は逃げた。全力で来た道を走る。多分この時、俺は無表情だったと思う。すべての感情を凍らせて、何も考えずに逃げる。少しでも何か考えれば、悲鳴一つでも上げれば、正気と強行の拮抗が崩壊してしまうと思った。パニックに陥るのを阻止するための、本能だったのかもしれない。やぶをかき分けて、元の登山コースに転がり出る。そこで呼吸を整えながら来た道を振り返ると、20メートルほど離れた藪の中から、黒い頭が出ているのが見えた。硬直した。頭しか見えないが、あの白髪混じりの黒髪は、さっきのあいつだ。動かずに立ち止まっているようだが、追ってきてる？すぐに一目散に逃げた。登山道をひたすら駆け下りていく。走りながら首だけで後ろを見る。登山道横の木の陰に白い着物が見えた。さっきよりも近くにいる。また走る。走る、走る。振り返る。木の陰に白い着物。さっきよりもさらに、近い。と、恐怖でうめき声が漏れた。だるまさんが転んだ、を連想してもらえば、わかりやすいだろうか。走りながら後ろを振り返ると、さっき振り返った時より近い位置に立っている。全力で逃げてるのに、振り返った時、そいつは今まで走っていた素振りもなく、さっきよりも近い位置に立っているのだ。もうすぐ麓の民家がある集落へ出る。また振り返ると、3メートルくらいの位置に立っていた。一瞬だが顔が見えた。目元はべったり張り付いた髪で隠れていて、口がもごもご動いていた。前を向いて、走る、走る。もう振り返る勇気はなかった。次に振り向いたら、俺の背中ぴったりのところにいるんじゃないか。ぜひゅ、ぜひゅ、と呼吸困難寸前になりながら集落へ急ぐ。最初に目についた家の敷地に飛び込み、呼び鈴を狂ったように連打した。誰か、誰か、俺が騒いでいると、家の中からおばあさんが出てきた。なんだいな。どがしただ？俺の様子を見て、どうした、と驚くおばあさん。そりゃそうだろう、いきなり大の男が息を切らせてやってきたら。すみません。あの、俺の後ろ、何かありませんか？なんもあらあせんがな。言われて恐る恐る振り向くと、確かにあの女の姿はなかった。これが俺の体験。クラブの仲間に相談しようかと思ったが、誰かに話すのも怖くてやめておいた。予定していた〇〇さんでのイベントも、当然俺は参加拒否。あれは何だったんだろう。最初は詳しく調べる度胸なんてかけらもなかったが、今はだいぶ恐怖も薄れてきた。来年あたり、少し探りを入れてみようかなと思っている。もうかなり昔のことになるので、思い出しながら書いていきたいと思います。この年になって改めてそのことを考えますと、経験した自分自身でも、
とても現実と思えない内容なので、記憶だけでなくその後に見た悪夢などが、入り混じっているのでしょう。正直に申しますと、悪夢にうなされた記憶など全くないのですが、あれはそういうことだったのだ、と考えるようにしています。あれは30年くらい前、当時私は中学生で、まだ養子をなりわいにする人たちも、若干残っていた頃の話です。私の祖父には狩猟の趣味があり、愛犬2頭を連れて、よく狩りに行っていたものでした。一頭は雪のように白く、もう一頭は炭のように黒い犬で、犬たちの名前は外見そのまま白と黒と言いました。祖父自慢の賢い犬たちで、私ともすぐ仲が良くなったことを覚えています。雪のない季節には、私と連れ立っていくこともありました。狩りへついていくことに対して、両親はあまりいい顔をしていなかったようですが、私にとっては楽しみの一つでした。体力的に無理をした覚えもないので、私がいる時は、それほど奥深くまで、行かないようにしていたのだと思います。誤射を避けるためでしょう、散弾は使わず、山に入る時には、常に自分のそばにいるよう、私に厳しく言い聞かせていました。そばにいない時には、決して発砲しなかったとも記憶しています。その日は祖父にしては珍しく、夕刻になってもまだ一匹の獲物も、仕留めることができずにいました。帰る時間も近づき焦りが出てきたのか、その時は、どうもおかしい、とか、どうなっているんだ、といったことを、しきりにつぶやいていたと思います。今思えば、祖父は長年の経験から山の様子などに、いつもと違う何か、変化のようなものを感じ取っていたのかもしれません。あれを見たのはそんな時でした。なんだ、あれは、怪訝そうな祖父の視線を追ってみると、岩場と木立の境界あたりに動物がいて、魚を食べているようでした。猿、か。言われてみると確かに猿にも似ているのですが、私には猿には見えませんでした。大きさは猿と同じくらいですし、目の大きい、あいあい、という猿に、似た印象ではあるのですが、もっとなんというか、ぬめっとしているような嫌な質感をしていて、うまく説明できないのですが、明らかに違う生き物でした。この後に起きたことを思い出させるような動物は、図鑑の写真を見るのも嫌なので、どのあたりが似ているとか似ていないとか、細かく指摘することはしたくありません。とにかくあれは得体の知れない生き物でした。見たことのないやつだが、とにかく仕留めてみるか。祖父は私に耳を塞ぐよう合図すると、素早く猟銃を構え発砲しました。生き物は岩の向こうに倒れ込み、祖父も手応えを感じていたようです。これは仕留めたと思った瞬間、茂みがガサガサと揺れ、取り逃がしたことがわかりました。追いかけた犬たちも、それほど立たずに戻ってきてしまい、申し訳なさそうにしていました。あの生き物がいたあたりに行くと、まだ食べられていなかったヤマメが数匹、岩の上に残っていました。今夜のおかずだな。祖父は魚を集めて喜んでいました。そうこうしているうちに夕闇が迫ってきたため、近くにあるという祖父の知り合いの狩猟小屋へと、向かうことになりました。そこは狩猟で泊まり込むために用意したもので、基本的に最低限の炊事と寝泊まりをするだけの、簡素な作りの小屋でした。うまいぞ。祖父からは、焼き魚を食べるよう何度か勧められましたが、あの生き物が触れていたかと思うと、どうにも気味が悪かったので、私は魚に手をつけませんでした。それほど数があったわけでもないので、魚は祖父と犬とでペロリと平らげてしまいました。その晩のことです。夜になり、なかなか私が寝つけずにいると。な。外から何か声がするのです。最初は空耳だろうと思い、それほど気にも留めずにいました。しかし片言というか、ボソボソと不鮮明で聞き取りにくいのですが。お茶かな、お茶かな。と言っているように聞こえます。そのうち壁の向こうで、カリカリと引っかくような物音がして、その音は次第に上へと、屋根まで移動したように思われました。何かがいる。そして気がつくと、窓の隅から丸く光る女神を下ろしていたのです。暗くてよく見えなかったにもかかわらず、直感的に、あの生き物だ、と思った瞬間、今度は、はっきりと、お茶かな、お茶かな、私のお茶かなを返しておくれ。わあ。思わず私は叫んでいました。悲鳴に驚いた祖父が駆けつけましたが、もうあの生き物の姿はありません。さすがに祖父もすぐには信じてはくれず、最初のうちは怖い夢でも見たのだろうと、笑っていたのですが、私の怯え方が尋常でないことを察し、真面目に聞いてくれるようになりました。祖父に話すだけ話すと、平常心を取り戻すことができました。落ち着きを取り戻してみると、他の生き物が人の言葉を話すなど、考えられないことですし、やはり悪夢だったのだろうということで、その場は納得しました。それでも私の心細そうにしている様子を見て、祖父は添い寝してくれました。祖父が寝ついた後も、私は寝つくことができず、悶々としていました。
そうしているうちに、またあの気配を感じ、祖父を揺り起こしました。お茶かな、お茶かな。私のお茶かなを返しておくれ。今度は祖父もあの声を聞いたようでした。祖父はよほど肝が据わっていたのか、孫の前で臆するわけにはいかないと思ったのか。もうないわ、わしと犬とで食ってしまったわい。と怒鳴りつけると十二玉を込め始め、外へ出て打ち込そうとしました。暗いこともあってか、玉は当たらなかったようでしたが、追い払うことはできました。行け。森に逃げ込んだ生き物に向けて、祖父は白と黒を消しかけました。犬たちは吠え立てながら、木立の奥へ走り込んでいき、その鳴き声は次第に遠のいていきました。わしもこの山を歩いて何十年にもなるが、あんなのは初めてだ。十二玉を込め直しながら、祖父は首をかしげていました。また戻ってくるようなら、今度こそ仕留めてやる。そう祖父が言った時です。入り口の方で何か物音がしたようでした。祖父と共に様子を見に行くと、小屋の前に腹を裂かれた犬が転がっていました。正面の森の暗い闇の中では、二つの丸い目が光っていました。お茶かな、お茶かな。私のお茶かなを返しておくれ。その時の私は恐怖で頭が真っ白になり、声も出せずに震えていたと思います。おのれ、大事な犬を、された怒りが勝ったのでしょう。祖父は猟銃を持って飛び出していきました。夜の森に2回ほど銃声が響き渡った後、しばらく何も音がしなくなりました。そして唐突に、森の奥から今も忘れられない、あの声が聞こえたのです。お茶かな、お茶かな。今までと違う、興奮して叫んでいるような響きでした。その後のことは、あまりはっきりとは覚えていません。子供心にあの頼もしい祖父も、犬たちと同様に死んでしまったのだと悟りました。恐怖のあまり訳がわからなくなって走り続け、いつしか山道を転落して、気を失ってしまったようなのです。運よく狩猟に来ていた猟師に助けられ、私が次に気がついた時は、病院のベッドの中でした。あの出来事を必死で大人たちに説明しましたが、まともに取り合ってもらえるはずもなく、何かの恐怖が元で、現実と幻覚の区別がつかなくなった、というような診断結果を受けました。そのため、しばらくは入院して過ごす羽目になりましたが、そのため、祖父の葬式にも出ることが叶わなかったのは、何よりも悲しいことでした。祖父の死も、最終的には熊か何かの獣に襲われた、ということで片付けられてしまいました。信じてもらえないことが分かったので、そのうち他人にはこのことを話さなくなり、自分でも夢だと思うようにしてきました。ですが、あの恐ろしい出来事が夢だったとして、一体どこからが夢なのか、何度思い返しても未だに分からないのです。母が祖父の葬式について、聞かせてくれたことがあったのですが、祖父の知り合いの漁師さんが、あれは熊の仕業なんかじゃねえ、と言っていたそうです。私は川魚を一切食べることができません。犬の無残な姿を思い出してしまい、今でも胃が受け付けないのです。ここに書いていいか迷ったんだが、他に当てもないから書くことにする。まとめておいたから暇だったら読んで、知ってることがあったら教えてくれ。まずはことの始まりから、確か8月の中頃だったかな。祖父から、少量馬の処理をするからお前も来い。こういったことをお前は覚えなきゃならん。と言われ、ついて行った。場所は家のすぐ隣にある、道祖神のとこ。そこには用水路が流れてて、祖父は少量馬と飾ってあった折り鶴らしきものを、その用水路に流した。お前も拝め。と言われたので手を合わせた。その後、流す時に立っていた場所にお線香を2本置いて、その日はそれで終わった。その翌日の午前3時くらいに、祖父に、ちょっと出かけるぞ、と起こされた。俺は眠いし、まだ日が昇ってなくて暗くて怖いから、嫌だって言ったんだけど、祖父は、どうしても今やらなきゃいけないから来い。帰りに缶コーヒーおごってやる。って言うからついてった。場所は昨日と同じだったが、数人の男性がいた。ランタンみたいな明かりしかなかったから、顔は見えなかったけど、全員50歳は超えてる人で、知ってる人もいた。着くと、顔見知りの人から、おーまるまる、自分、もう来たんか、こんな時間にすまんな。みたいなこと言われて、5分ほど絶えない話してた。話が終わると、じゃ俺は行くで、しっかりじいちゃんの言うこと聞くんだぞ。と言って、そこにいた人は全員奥にある倉庫みたいなとこに集まっていった。俺がポカーンとしてると、祖父が来て、このことは、お前の母ちゃんと〇〇、妹、には言うなよ。男同士の秘密だ。って言われて、ちょっとワクワクしてた。俺が、何するの？と聞くと、祖父が説明してくれた。原文ママは覚えてないので要約して書く。まず、これはこの地域に昔からある風習で、あんまりよそには言わないこと。お前はご先祖様に愛されてるから、この役目をやらなきゃいけないこと。
女性は関われないこと。その理由ははぐらかされた。俺の家で代々取り仕切ってること。こんなことを聞かされた。肝心の自分が行うことは、やりながら説明するから、俺のやってることをしっかり見て覚えろ。と言って、さっきの倉庫の方に一緒に行った。そこにはさっきの人たちはいなかった。どうやら準備をする人たちも決まっているらしい。その倉庫は普段シャッターが閉まってるんだけど、その時は開いてた。中は初めて見たけど、棚があったり色々ごちゃごちゃしてた。入って正面に神棚みたいなのがあって、ろうそくが左右二つずつ、計四つ置いてあった。俺と祖父が入ると、祖父がシャッターを下ろした。持ってたランタンも外に置いてきたようで、中はろうそくの明かりしかなくて怖かった。シャッターを下ろした祖父は、シャッターの方に体を向けて、俺にもこっち向けと言った。祖父は、いいか、あそこのろうそくがあるとこ向いて喋っちゃダメだ。やることは見るだけで質問はするな。終わったら説明したる。頼むからあれに向かって喋るなよ。と言い、俺がうなずくのを確認してろうそくに向き直った。怖がりの俺はガクブルしながら、祖父の隣に着いた。祖父はまず、ろうそくの立ってる棚に置いてある紙に、隣にあった鉛筆で字を書き始めた。紙は半紙っぽかった。長さは30センチくらい。両側に文鎮らしきものがあった。読めたのは、右爪の一番右にあった俺の名字だけで、あとはぐにゃぐにゃで読めなかった。紙の一番左まで書き終えると、鉛筆を元に戻して紙を折り始めた。横に一つ、二つ。折り目が四つつく感じで、折り終えたら今度は開いて、折り目に沿って四等分に切った。切ったら、一番右の紙を一番右のろうそくの火で、二番目を二番目のろうそくで、といった感じで火をつけて、棚の奥に捨てた。紙はすぐ燃え尽きてしまったので、はっきりとは見えなかったが、紙を捨てたとこには、随分古い石碑っぽいのがあった。字が彫ってあったが見えなかった。全部の紙が燃え尽きると、今度は左のろうそくから順番に、息をかけて消していった。右のろうそくは消さないので祖父の方を見ると、ろうそくを見てあごをクイックイッとやっていたので、祖父に習って、左から息を吹きかけて消した。全部のろうそくが消えて、完全に真っ暗になるかと思ったら、上に天窓があって、そこから微妙に朝日が差してた。するといきなり祖父に後ろから抱きしめられて、手で口を塞がれた。俺が困惑してると、祖父がそのまま座ろうとしたので、俺も座ろうとしたら、座るな。って言われた。祖父の声だった。すると抱きしめる力が弱くなって、祖父はそのまま座り込んでしまった。喋るなと言われていたので、どうしたものかと悩んでいると、案外中が明るくなっているのに気づいた。周りを見渡していると、さっきの石碑らしきものが目に入った。しゃがんでよく見てみると、箇条書きで何か書かれていた。全部で4行。3行目と4行目の間は2行分くらい離れてた。1、女、お、金。2、これ、決め、女。3、見や、飲みおう。これ見るはこれを金図。線の部分は、さっき祖父が書いたようなぐにゃぐにゃ文字。なぜか4行目だけははっきり見えた。掘った後白く塗ったみたいだった。4行目を見たら怖くなって、早く祖父を連れて帰ろうとしたら祖父がいない。シャッターもいつの間にか開いていたので、先に帰ったのかと思い外に出たら、さっき準備してた人と祖父が一緒にいた。俺は近づいてって、なんで先に帰るの、怖かったじゃん。と祖父に文句を言ったら、祖父は青い顔してた。周りの人も、まるまる大丈夫だったんか、なんともないか、ってすごい剣幕で話してきた。俺がろうそくの火を消したとこまで説明したら、そっから先は公害禁止ぜ、まるまるちゃん。と言われた。その人たちは少し離れて、何か話し合っていたようだったが、しばらくするとこっちに来て、もう今日は帰り。じいちゃんはちょっと体調悪いけん、俺らが預かるわ。と言った。顔見知りで家も知っている人だったので、じゃあお願いします、と言って帰路に着いた。帰るともう出勤の時間だったので、普通に出勤した。仕事から帰ると今に祖父がいたので、今朝のことを聞いてみた。祖父は、いや、もう俺じゃダメなんだ、やっぱり俺で。みたいなことつぶやいてから、俺に向き直って。いいか、今日のことは忘れろ。後のことはまるまる、今朝の顔見知りの人、に、任せてあるから。お前が気にすることはない。変なことに付き合わせてすまなかったな。と言った。俺は、そっか、変なのを、と思いつつ、しばらくソフト談笑してた。話の中で、今朝の石碑のことを思い出したので、そういえばなんか石碑みたいのあったじゃん。なんか書いてあったけどあれ何？と聞いた。祖父は、ああ、あれももう忘れていいよ。お前には関係ないさ。と笑うので、そっか、何かこれを見るな、とか書いてあったから焦ったよ。と話すと、祖父の顔色がはっきり悪くなった。祖父に、どこまで見た？
と言われたので、4行全部、と言うと、祖父は、4行?そうか。とだけ言って、今日はもう遅い。俺も寝るからお前も早く寝ろ。月が変わる頃には話してやる。と言って、寝室に行ってしまった。怖くてその日は寝つけなかった。ここまでが俺の話したかったことの顛末なんだけど、特にオチらしきオチはない。でもここに書いたのは別に理由があって、いろいろ不思議な話やら風習の話知ってる、ここの住民なら、何か知ってるかも、と思って書いたんだ。実は8月末に祖父が亡くなったんだ。死因は心不全とか聞いた。例のことの顛末を聞けなかった俺は、その日あった顔見知りのおじさんの家に行って、聞いてみたんだけど、やっぱりろうそくが消えた以降のことは知らないし、なんであんなことやってるかも、祖父しか知らないんだそうだ。すぐに話さなかったってことは、特に問題なかったってことだろうから、〇〇ちゃんも気にせん方がいいよ。って言われた。何もないならいいんだろうけど、つい一昨日、親父と話してる時に例のことをちらっと話したら、ああ、俺もじいちゃん、お前のひいじいちゃんに、そんなことやらされたな。と言ったので、何か知らないかと聞いたが、やはり父も知らないようだった。ろうそくを消した後のことは、やはり秘密らしい。父とそんな話をしているうちに、例の石碑の話になって、話をしているうちに思い出したことを聞いた。あの石碑さ、父ちゃんが見たのって4行?ああ、なんか最後の行に見るのはダメ、みたいなのが書いてあって、当時はぐるったわ。俺もじいちゃんに、4行見たって言ったら怖い顔されたよ。でも変なんだよね。何がさ?いやさ、4行目がやけにはっきり見えたから、今まで忘れてたけど、あれ5行目があった気がするんだよね。見えなかった?ここまで話すと父の顔がおかしくなった。すごい怖いものを見たような顔だった。父は、もうその話を誰にもするな、俺が何とかしてやる。と言ったきり、その話はしない。ただ昨日、やけに長い電話をしていたので、内容が気になって少し耳をそば立ててみたが、例の件っぽいということしかわからなかった。これを読んで、何か知ってることとかあれば教えてほしいんだ。というのも、5行目の内容がちょっと怖くてさ、書いていいものか迷ったけど書くことにする。読めなかったのは線にする。だいたいこんな感じだった。塩、泣く場、もらい、べり、長文乱文失礼しました。ここまで読んでいただきありがとうございます。明日にでも、近くのお寺行って聞いてみようと思います。2月に起きた本当の話、そろそろ自分の中でも整理ができてきたので書く。大学4年で就職も決まり学校生活も落ち着いたので、念願の車の免許を取るべく免許合宿に行ったんだ。俺の地元は近畿なんだが、合宿場所は中国地方だった。そこで地元が同じである、4人の大学生と仲良くなった。毎晩話をしているうちに、免許合宿が終わったらお祝いも兼ねて、どこかにドライブに行こうという話になった。無事全員免許を取得することができ、後日ドライブの日程を決めよう、ということで解散した。後日 LINE で連絡を取り合い、日程を決めた。その日、親の車を使えるのが俺だけだった。他の4人は住んでいるところも比較的近くだったため、どこかで集合し、原付で俺の家まで来ることになったようだった。4人のうちの1人はアルバイトがあったため、夜中の1時に俺の家に到着というプランだった。ここからは聞いた話になる。4人は12時に無事集合し、全員原付で出発したようだ。夜中だということもあり、車も少なく、快適なドライブだったらしい。4人横並びで交差点で信号待ちをしている時に、信号が変わるとともに一斉に走り出し、どれだけ信号に引っかからずに行くことができるか、というレースのような状態になった。レースに夢中になり、ふと気づくと、1人いなくなってたらしい。3人で今来た道を戻ると、原付を脇に止めて困り果ててるのを発見した。調子が悪くて動かなくなったんだそうだ。素人4人だったが、なんとかまたエンジンをかけることができた。1人の調子が悪いのでレースは控えてゆっくり行こうという話になり、そいつの後ろに3人がついていく陣形で走っていた。先ほど原付が故障した1人も、何の問題もなく走っていたため、またレースが始まってしまった。気づくと、またさっきの1人がいなくなっていた。また故障かと思い、3人はまた戻ったそうだ。するとまた原付が脇に止めてあった。ああまたかと思ったが、今度は乗っていた本人がいなかった。どうしたのかと、3人は原付を止めてあたりを探した。10分ほど探したが見つからなかったため、途方に暮れていた時に、脇の田んぼから携帯の着信音がしたらしい。この時1時を少し過ぎており、俺が電話したのがちょうど行方不明の彼だった。3人は着信音に驚き、田んぼの方に恐る恐る歩いていったらしい。そこは街灯も少なくとても暗かったという。
するとそこに行方不明だった一人がいた。その時の彼の様子はまるで恐ろしいものでも見たように目を見開き、涙を流し失禁していた。口も開いたまま、泥だらけになり、田んぼの真ん中ら辺で突っ立っていたそうだ。見つけた三人は焦って呼びかけたが、まるで反応がなかった。全員が田んぼに入り、泥だらけになりながらなんとか彼を引き上げた。ここで俺に別の一人から電話が入り、風呂と着替えを用意しておいてほしいということと、ドライブは中止だということを言われた。俺は事情がわからないまま、言われた通りにして待っていた。4人が到着したのは結局2時過ぎだったと思う。4人は3台の原付でやってきた。彼の原付は置いてきたそうだ。上着で無理やり運転者と彼を縛り付けていた。まだ放心していた1人を4人がかりで風呂に入れ、ジャージを着せた。その頃には徐々に回復しており、なんとか喋るくらいにはなっていた。失禁もしていたため、俺らは気を使い先ほどのことは聞かなかった。すると彼はポツンポツンと話し始めた。突然また原付が故障し、脇に止めてみんなが戻ってくるのを待っていた。すると道の向こう側に女の人が突然現れて、手招きをしているのだという。街灯に照らされ、すごく不気味だったそうだ。話しかけても決して話し返してはくれず、ただ手招いているだけだったという。そこから記憶がないとのことだった。俺らは震えながら話す彼に、何も声をかけることができず、その晩は俺の家に泊まり、明日車で彼の原付を取りに行こう、ということだけ決めて、寝ることにした。三人はすぐに寝つき、彼も意外とすっと寝ついた。それを見て安心し、いつの間にか俺も寝てた。これが3時くらいだと思う。4時頃、誰かに話しかけられて起こされた。話しているのは彼だった。俺もう帰らないといけない。俺帰らないと。そう言っていた。あんなことがあったため、驚いたが、しきりに帰りたがるので、俺は全員を起こして彼を説得しようとした。全員で引き止めたが、彼は、帰らないと、としか言わなかった。結局拉致が明かず、不安ではあったが、家に着いたら必ず電話するようにと念を押して、一人が原付を貸して彼を帰らせた。すごく不安だったが、およそ1時間後に電話が入り、無事家に着いたと連絡が来た。原付も自分のものと、途中で乗り換えたのだという。俺らは心の底から安堵し、いつの間にかまた眠ってしまっていた。朝10時過ぎ頃、電話で起こされた。彼からだったので嫌な予感がしたが、出ると女性の声だった。電話してきたのは彼の母親で、泣きじゃくりながら彼が死んだと言っていた。朝、彼の原付があったので帰ってきたのかと思い、部屋に入ると死んでいたのだそうだ。驚いてみんなを起こし、重傷を聞き、すぐさま親の車で彼の家に向かった。彼の家に着くと警察がいた。彼の母親が外に出てきてくれて、中に入れてくれようとしたが、警察に止められた。昨晩一緒にいた旨を伝えると、余計に見せることはできないと言われた。母親とも引き離され、意味がわからないまま外で待っていると、警察署に来てほしいと言われた。結局パトカーと俺の車に分けられて、警察署に連れて行かれた。運転は警官がしてくれた。取り調べ室のようなところに、4人で座らされて待っていると、中年の男性が写真を持って入ってきてこう言った。相当の衝撃を受けるかもしれない。怖い人は見なくていい。そして写真を見せられた。全員が思わず見てしまったが、本当に見ていた全員が驚きのあまり立ち上がった。写真には仰向けになり、天井に手を突き出したまま死んでいる、彼の姿が映っていた。目を見開き涙を流し、口からは血が混じったよだれが垂れていた。手は限界まで開いており、血の気が引いて真っ白だった。中年の刑事がすぐにポケットに写真をしまって、彼の様子を説明してくれた。写真ではわからなかったが、彼は尿も便も漏らしており、白目も真っ赤なほど充血していた。死後硬直では考えられないほど、手と腕が硬直していた。また肩が上から無理やり引っ張られたように、両方抜けていたという。一番覚えていることが、肩が抜けているのに、なぜ手が天井を向いたままなのか、全くわからない、と呟いていたことだ。俺らは震えながら昨日のことを話した。中年男性は黙ったまま最後まで聞いてくれた。俺らの話が終わると一言。田んぼの場所と、はじめに彼の原付の調子が悪くなった場所は、どこかわかるか？ということだけ聞いてきた。昨晩彼と一緒だったうちの一人が、地図で場所を教えると、男性は、そこか、と呟いた。その後簡単な調書のようなものを取られ、それぞれ家に返された。原付も警察が回収してくれたようだった。後日代表して、俺が父親と一緒に彼の両親に話をしに行った。向こうの両親も警察から事情を聞いていたらしく、ただただ静かに泣いているだけだった。結局司法解剖は彼の両親が拒否したので、彼の死因は心筋梗塞だということになった。後日彼の葬式があり、父親と友人と参列した。
証拠をするために、彼の家の前まで来ると棺桶がなかった。そのまま証拠を終えたが、あの時帰らさなければという後悔がすごくあり、何としても彼に謝りたかったので、思い切って彼の両親に聞いてみた。すると彼の棺桶は祭壇の裏にあるのだという、会わせてほしい、とお願いをするも断られた。無礼だとは思ったが、お願いし続けるとしぶしぶ了承してくれた。葬式が終わるまで無理だと言われたため、終わるまで全員で待っていた。やがて式が終わり、彼の両親に呼ばれ行ってみると、そこには棺桶ではなく箱があった。高さ2メートルほどで横も2メートルほど、幅は棺桶と変わらない幅だった。両開きの扉が側面についていた。装飾も一切なく、ただの木の箱に見えた。俺らが立ち尽くしていると、彼の両親が、正直私たちでも見るのが辛い、見る覚悟がある方だけ息子を見てやってください。と言った。正直足が震えていたが、嫌な予感がしつつも俺は両開きの扉を開けた。予想通り、彼はあの写真のままの姿でそこにいた。手を突き出し、おそらくまぶたを閉じることができなかったのか、目の部分には白い布がかぶせてあった。思わずひっと声が出て、引きつけを起こしそうになった。俺の父親を含め全員が見たが、みんな同じような反応をしており、中には腰が砕けて立てなくなる者もいた。全員が見終わって彼に謝った後、彼の両親が事情を説明してくれた。腕を下げるには、もう肩も外れているため、両腕を肩から切断するしかなかった。まぶたもまるで、皮膚がそこだけなくなったかのようになっており、閉じることができなかったという。俺らはただただ泣きながらそれを聞き、彼の両親に謝った。彼の両親はあなたたちのせいじゃない、とずっと言ってくれたが、俺らはただただ謝るしかできなかった。その後、泣きながら父親に連れられて家に帰った。父親が帰りの車中で、ふと警察で中年男性がしたのと同じ質問をしてきた。地図で説明していたのを聞いたので、大体の場所を言うと、父親も、そこかぁ、とつぶやいた。その場では聞く気になれず、その日はそこで会話は終わった。彼の四十九日が終わり、父親に葬式の日のことを聞いてみた。父親は話半分で聞いてくれ、との前置きをして教えてくれた。俺の祖父が父親に話したことだそうだ。おそらく彼の原付が初めに故障したのは、棺桶坂と呼ばれているところだろう。今では棺桶と名乗っているが、昔は棺桶坂と呼ばれていた。少なくとも祖父が子供の頃はそうだった。当時、棺桶を作る仕事は、あくまでその近辺ではだが、身分の低い人がする仕事だったそうだ。そのため棺桶一つの値段も安く、ひもじい生活をしていたそうだ。また差別もあり、かなり虐げられていたらしい。そんな仕事で唯一儲かるのが特注品だった。例えば、規制のものに入らないほど巨漢であるとか、何らかの事情で、規制の棺桶に入れられない場合に、特注品を作るんだそうだ。特注品の話を聞き、ガテンが言った。棺桶に入らないほどの巨漢など、そうそういるものではない。父親は続けた。で招いていたのが女性だという点でも、思い当たる節があるという。祖父が子供の頃、棺桶を作るのがとても上手な、器用な女性がいたらしい。その評判は周囲に広まり、気づくと特注品の注文は、すべてその女性のところに行ったそうだ。既製品はある程度作り置きしているが、特注品は4、5注文が入って、死体が腐る前にすぐに用意しなくてはならない。その女性は特注品であれど、注文が入れば必ず次の日には棺桶を作り上げた。見た目もただの箱ではなく、装飾もちゃんとついており、とても一晩で作り上げたとは思えない、出来だったそうだ。ちょうどその頃不審死が相次ぎ、彼女はそれらの注文をすべてこなしたという。しかし最終的に、特注品の注文が彼女のところにしか来なくなり、どんどん私腹を肥やしていく彼女は、他の棺桶屋や周囲の農民からも妬まれ、最後は若くして斬首されたそうだ。大勢に農具や工具で、原型をとどめないほど無残に、され、田畑の肥やしにされたらしい。父親は、ここからは自分の予想だという。おそらく彼が田んぼの中で硬直していたのも、そのせいではないか。で招いていた女性は、その女性ではないだろうかと。考えすぎだと思うし、ここからは祖父の作り話かもしれない。ここまでの話は知っている人もいるだろうが、ここからの話は祖父からしか聞いたことがない、と父親は続けた。例の女性が、された後、こう、した棺桶屋たちが彼女の家に押し入ったそうだ。どうして特注品があんな短期間で作れるのか、特殊な道具、方法でもあるんじゃないかと探したらしい。すると家には作りかけの特注品の棺桶と、見たこともない祭壇があったそうだ。特注品といえど、亡くなり方は様々なため、一つ一つの大きさや形が違う。にもかかわらず、彼女が特注品を先に作っているのを、全員が不審に思ったそうだ。そんな最中、不審死が起こった。
棺桶屋たちはもしやと思い、彼女の作りかけの棺桶を見に行くと、寸分たがわずぴったりだったらしい。もしかすると、彼女が特注品の注文をもらえるよう、何らかの方法、あるいは呪いで、不審死を引き起こしていたのかもしれない。また、それが今回俺の亡くなった友人に、たまたま降りかかったのではないだろうか、と言って口を閉ざした。亡くなった彼の両親は地元の人じゃないので、この話は知らないだろう。友人にも話していない。ただ、もう自分で溜め込んでおくのが辛くて、ここに書かせてもらいました。あの時引き止めておけばと今でも思うのですが、正直怖かった。体も冷たく、瞬きもせずに、帰りたい、という彼から離れたかった。本当に申し訳ない。左、探偵ってドラマがありましたよね。僕、あれの設定にすごく興味を持って見てました。僕も右目だけど変なものを見るからです。左目探偵は未来でしたけど、僕は異様のものを見てしまうのです。とはいえ、実際には説明がつくことなのかもしれません。目と脳は繋がっているので、目の不調がありえないものを錯覚して見せている、とも考えられます。最初はそう思っていました。今、目の前を通り過ぎたはずの人が、瞬時に消えたり、人の通れそうにない場所を通る人を見る、というようなことが起こり、僕はパニックになりました。しかし、その後ひどいものもらいになり、僕は、ああ、やっぱり目のせいで錯覚を起こしたのか、と安心したものでした。それから毎年、春先になると僕の右目は不調を起こし、変なものを見てしまうのです。最初は春だけのことでしたが、次第に年間を通して、目がおかしくなり始めたのです。おかしいというのは、主に視力です。左目は常にだいたい 1.2 くらいなのですが、右目が不調の時は物が歪んで少し霞むこともあり、視力は 0.3 くらいに落ちます。しかし、突然そんな風に悪くなるかと思うと、ある日突然、急に左目と同じくらいの見え方に戻るのです。僕が今までで見た、一番おぞましいものについて書きます。僕の家は母子家庭だったので、母親に病院代を出してもらうのが、心苦しかったのですが、目のせいで年中、町の総合病院にある眼科に通っていました。その時も僕は、目の不調のために病院に行くことになったんですが、たまたま母親が、そこに併設されている歯科に行くというので、一緒に行ったんです。すると、病院の広いロビーに嫌な奴がいました。母はずっとパートで働いていたのですが、僕が中学生の時に母が働いていたところにいた、おばさんっていうか、ばあさんでした。母と話している様子だけ見ると、長年の親しい友人のように、猫なで声でニコニコしていますが、母の顔はこわばっています。なぜなら、勤めていた時にひどくいじめられていたからです。一箇所に勤めると、よほどの事情がない限り辞めない母も、このばあさんには参ったようで、一年しか持ちませんでした。その頃母は、今まで聞いたことのない、ものすごい歯ぎしりを夜通ししていました。昼間辛い思いをしていたんでしょう。僕は中学に上がったばかりで、家にうっかり忘れたために、母の勤め先に何度か家の鍵を取りに行ったり、急に友達と遊びに行くことになった時に、お小遣いをもらいに行ったりしました。そんなある時、そのばあさんに、息子さん、と聞かれ、母が、はい、まだまだ子供ですが、と言ったら、急に後ろを向いて去り際に、親の勤め先にのこのこ来るなんて、ボンクラね。と小声で、しかし、聞こえるように言ったのに僕はびっくりしました。そのばあさんなんですが、最初なんだかモヤモヤしたものが、腰のあたりから立ち上っているように見えました。で、なんだろう?と思って、僕は目を凝らしました。すると、そのモヤモヤしたものが、ゆっくりと固まっていき、ばあさんの両側に、形を作り始めたのです。それはなんとなく動物っぽい感じで、牛?馬?のような、でも人の形にも見えるようなものが、薄く見えました。そして驚いた僕は、それを見て確認したいと思ってしまいました。それに応じるかのように、ぼんやりとしたものが一瞬だけだけど、はっきりと見えてしまったのです。それは牛でも馬でもない、人でした。でもそれは、人であって人ではないものなのです。畜生道に落ちた人、とその時、とっさに思いました。そして、それら、は、ばあさんの両肩に噛みついていたのです。嬉しそうに。僕は予約の時間だったので、長話するばあさんと母親を後に、受付に向かいました。僕は家に帰ってから、母にそれとなくばあさんの様子を聞きました。すると予想外のことを聞かされたのです。具合が悪いのはばあさんではなく、事実上の後取りである長男の息子、つまり孫だったのです。原因不明の病気で、何ヶ月も入院検査を繰り返しているとのこと。一体これはどういうことなんだろう?と僕は混乱しました。パートに意地悪し続けて、母がいる1年の間だけでも、4人も追い出しているし、
なのに、ばあさんに罰は当たらないのか?と僕はモヤモヤした気持ちでした。しかし母がばあさんから前に聞いた話を聞いて、ますますゾッとしました。ばあさんの実家は東北の旧家で、ばあさんが小さい頃、家には村の少年少女を住まわせて、家の手伝いをさせて、ご飯を食べさせて、学校にも通わせて、仕事まで紹介してあげたのよ、と自慢そうに言ったということですが、ちょっと待って、これは貧しい家から子供たちを連れてきて、ある程度育て上げて、どこかに世話をする見返りに、多額の報酬をもらっていたのではないか?と思ったのです。人を見下す性格も、親である大人が人に対して、そういう態度をとっていたから、ばあさんもそういう性格になったのでしょう。とするとあの牛や馬は、文字通り牛馬のようにこき使われて、事実上売られていった者たちの、ばあさんの一族に対する恨みなんじゃないか?って思う。しかも、ばあさん全然いい人じゃないし、孫の赤ちゃんはかわいそうだけど、それもまた運命なのかな?と思った。やりきれないけど、でもそれが、血筋ってもんなんだろうな。当時の俺は、例えば離れているろうそくに意識を集中し続けて、炎を大きくしたり小さくしたりなんてのは、ごく当たり前のことで、誰でもできることだと思っていた。そんな日常の中で、友達の発表会で一発芸も何もできない俺が、その技を恥ずかしかったが披露したんだ。驚くことにみんな歓声を上げた。今では驚くのが普通だと思っているが、そんなことが子供心に嬉しくて、ろうそく以外にも何か動かせるものはないかと。必死に家中のあらゆる、もの、に、意識を集中し続けていた。だが意識を集中させることは、大変神経のいることで、まるで目と目の間に、鉛筆でもぶっ刺したんじゃないかと思うほど、激しい痛みが走る時もあった。以前はそんなに強い霊感はなかった。幽霊と思える影がちらりと目の端に映る程度、蒸気のような日常を繰り返しているうちに、だんだんと、霊、に対する、というか、説明しづらいのだが、霊感とか持っている人の特殊な能力が、自分にも備わっていることに気がつき始める。その頃だ、俺が王君と出会ったのは、王君は自分で、霊感がある、と言っていた。クラスのみんなは信じていたが霊感を持っている、という主張だけで、クラスの人気者になっている王君を、俺はそんなに好きではなかった。ある日、王君の家に遊びに行った。家族と挨拶した時に、ふと頭に、本当だったんだ、という言葉が、浮かび上がった。結論から言うと、その王家は遺伝子的に霊感を持つ家族で、お母さんと二人の姉、そして王君は本当に霊感を持っていたのだ。何か惹かれるものを感じ、俺と王君は彼の家族ともども、すぐに打ち解けた。俺たちは学校が終わると毎日のように遊んだ。二学期も、三学期も、その頃には自覚はなかったが、俺の霊感は日に日に増していき、本能的に軽い浮遊霊なら、浄化させてあげられるほどにはなっていた。王家でも俺に霊感、というよりは、特殊な何かが備わっていることは知っていたし、俺からもそっち系の話題は話していた。王の母が言うには、霊感は共鳴し合い、互いを成長させていく、らしい。そんなことを、幼心にとても感心しつつ聞いていた。ある日、王君が俺をばあちゃん家に、連れて行ってくれることになり、俺は興奮したのを覚えている。車に揺られること数時間、子供だった俺たちは友達と遠出というだけで、時間を忘れてしまっていた。ばあちゃんの家は、王の姉曰く、すごいところ、らしい。何でも王家の霊感を持っている人は、ばあちゃんの家に行ったから霊感が宿ったそうだ。あの頃からね、と王の姉は話をしていた。当然そんな話を聞くと、まだ子供の俺は興奮するわけで、王のばあちゃんの家が、普通の民家だった時の落胆は半端じゃなかった。大げさだがそこまで期待していたのだろう。しかし落胆はすぐに興奮へと変わった。裏に洞窟あるけど、絶対近寄るなよ。と、王のじいちゃんに念を押されたからだ。ふり、なんて当時の俺はわかるわけないから、王のじいちゃんも、ただ単に行かせたくなかったんだろう。だが俺は行きたくて行きたくて仕方なかった。王君と河原で遊んでいる時も、ばあちゃんが作ってくれた柏餅を食べている時も、早くあの洞窟に行きたい、という思いが、頭の中をぐるぐるしている。時間というものは、当たり前だが過ぎるわけで、あっという間に夜になった。じいちゃんとばあちゃんが、明日もいっぱい遊ぶんでしょ、と言いながら襖の扉を閉め、1時間は経っただろ、と思う頃に、俺は王君を起こした。実際はおそらく10分くらいだったんだが、なになに?あの洞窟、行こうぜ。ん?王君は少し考えている素振りを見せたが、そこは子供。すぐに、よし、と言い、懐中電灯2本と手袋を持ってきてくれた。洞窟、ということで手袋は廃炉らしい。洞窟へは意外と近かった。と言っても、
興奮から時間を忘れたのかもしれない。それは洞窟というには、あまりに味気ないものだったのを今でも覚えている。大きく開いた穴、中は何角形かの形をした、体育館くらいの広さだった。王くんが先頭で俺が後に続き中に入ろうとした。いや、入っていた。俺は一瞬で取り残されたため、理解が追いつかなかった。王くんは洞窟に、すでに、入っていたのだ。俺は叫ぶ。おう、どうしてそこに？わからない、助けて。出てくればいいものを、王くんは必死に叫ぶ。わからない、出して、助けて。俺は身動きができなかった。今なら確かに見える、洞窟の中の存在に気づいたからだ。俺は何もわからなかった。この世にはこんなおぞましい存在がいるのか？いや、ここはこの世なのか？そう思った時、存在、が王くんを追った。俺は駆け出した。誰か呼ばないと、後ろで王くんの叫び声が聞こえる。頼む、頼むよ。早く助けて。ばあちゃんの家が見えた。その時、耳元でかすかに王くんが、もうダメだ、とつぶやいたように思えた。ばあちゃん、じいちゃん、王が、王が、泣きながら叫ぶと、ばあちゃんとじいちゃんはすぐに駆けつけて、俺から事情を二言三言聞いたあたりから、ばあさん、神崎さんに連絡だ、と言い、お前はここを絶対に出るなよ。優しく、しかし迫力のある声で言った。そして20分後、神崎さんとじいちゃんは、見たこともない格好をして出て行った。今思うと、神主さんだったのかも。上下スウェットに、着物みたいなのを羽織った感じだった。ばあちゃんは震えていた。しきりに、大丈夫、大丈夫、とつぶやきながら、1時間が経った頃だろうか、じいちゃんと神崎さんが、まるくん、頼むから来てくれ、と戻ってきた。俺は正直拒みたかった。まだ震えが止まらない。神崎さんは明らかに力を失っている。最初見た背中に現れていた黄色いモヤモヤが、今は真っ黒になっていたからだ。もうこの時点で怖くて仕方なかったが、王くんのことを考えると、行かなくては、と思った。洞窟の入り口、中には松明が置いてあり、周囲を照らしていた。真ん中に王くんがいた。思わず駆け寄る。しかし神崎さんとじいちゃんに止められてしまう。あれを直接見てはいかん。すぐに閉じ込めよう。なんで？王くんは、三者それぞれに、自分のこれからの行動を予知するように、声を絞り出す。じいちゃんは、さ、手を貸してくれ。そう言うと俺の手首から上、5センチくらいのとこを掴み握った。多分血を止めてたんだと思う。神崎さんはじいちゃんの手首を握った。変な姿勢だが、このまま洞窟の真ん中付近まで移動した。じいちゃんが、神崎さん、本当に、すまない。そんな意味がわからない言葉を発して、神崎さんは無表情のまま、始めるぞ。ただ、それだけ。気がつくと朝になっていて、横には王くんが寝ていた。夢、だったのかな？だがそんなことはなかった。手首にできたあざ。じいちゃんが握ってできたあざがあった。俺は飛び起きて、じいちゃんの部屋に行くなり聞いた。どうなったんですか？敬語を反射的に使う。その後も俺は、どうなった？に似た意味の言葉を、に、3回繰り返していた。じいちゃんはただ一言。業を背負って生きろ、丸くん。後で聞いた話なのだが、長いから自分なりにまとめる。神崎さんはその地方でも有名な神社の神主。昔からあの洞窟、祠を守っていた。じいちゃんとばあちゃん、主にじいちゃんは、その祠を代々管理してきた。じいちゃんたちが駆けつけた時、王くんは半ば絶望的な状態だった。神崎さんは、これも己の業、と言い、王くんの身代わりになった。祠にいた、存在、は神に最も近い悪霊らしい。その辺はちょっとわけわからない。ちなみに祠の悪霊は、誰かを媒体として存在していた。今まではじいちゃんの弟が媒体だった。でも王くんと俺が近づいたせいで、媒体は王くんに変わろうとしていた。しかしそこで神崎さんの行動により、媒体を王くんから神崎さんに変えた。記憶が曖昧だが、その時の出来事はこんな感じ。内容が抜けてて矛盾や、作り話みたいになってるところもあるけど、これは8年前に起きた事実。その出来事から、俺の霊に対する神経は異常なほど発達している。今でも俺はたまに怪異に遭います。時刻は夜10時を幾分か過ぎた、とある冬の日のこと。僕を含めて3人が乗った車は、真夜中の国道を平均時速80キロくらいで、潮の香りをたどりつつ海へと向かっていた。僕が住む町から車で2時間ほど走ると、太平洋を望む道に出る。その道をしばらく西に進むと、海岸線沿いに申し訳程度の松林が見えてくる。僕らが今目指しているのは、その松林だった。おいぼいは、松林の奥にそう呼ばれる岩があるそうだ。詳しいことは知らないが、何か黒い岩くつきの岩らしい。おいぼいはを見ること。
それが今日の肝試し兼オカルトツアーの目的だった。発案者は後部座席で就寝中の友人 K だ。運転席には S、助手席に僕、いつものメンバーだ。車内では噂を仕入れてきた K が、何も語らないまま、車酔いでダウンしてしまっているため、これからオカルトに挑むというのに、緊張感も期待感も何もない。情報は現地に着いてから、行き当たりばったり、僕らの肝試しは大体いつもこんな感じだ。なあなあ、S は知ってるん？おいボイは、やがて後ろで倒れた K の寝息が聞こえてきた頃、僕は運転席の S に聞いてみた。S はさほど興味もない口調で。いや、知らん。まあ、K のやつが飛びつくような話だからな。ろくなもんじゃないだろ。おいボイはの、おいぼ、ってどんな意味なんだろ？おぶるってことじゃなかったか？確かな記憶じゃないが、昔ばあちゃんに言われた気がするな。おいぼしちゃおか？とかかな。ああ、何かわかる気がする。ってことは、二つの岩が縦に重なってるんかな。雪だるまみたいにさ。知らん。ま、行けばわかるだろ。車は順調に走り、目的の松林に着いたのは、ちょうど夜中の11時になった頃だった。僕は後部座席の K を起こして車を降りた。松林を挟んで海岸と、反対側には小高い岩山が構えている。道路側から見る岩肌は、人の足で登るのには、苦労しそうな急勾配をしている。別に登るつもりはないけども、足元には針のような松の葉が散らばっていて、夜の木枯らしに撫でられて、ザラザラ音を立てていた。と言っても松は常緑樹なので、枝には青い葉が残っている。寒い、とりあえず寒い。車のライトビーム懐中電灯を片手に、僕は光を松林の中に向けた。S は車から降りてこず、ウィンドウを開いて右肩を外に出し、退屈そうにあくびをしている。隣を見ると、起きたばかりの K もあくびをしていた。目の前の松林には、僕らの乗ってきた車と同じくらい大きな岩が、そこら中にゴロゴロ転がっていた。数えきれないほどではないが、おそらく両手の指では足りないだろう。そのほとんどが、川で見かけるような角の取れた白っぽい岩ではなく、ゴツゴツした形のいびつな黒い岩だった。なあなあ K、そのウイボ岩って、どれなん？僕はひとしきりあくびを終えた K に聞いてみる。全部。え、なに？だから全部。この辺りにある岩は、全部そう呼ばれてんだよ。予想外の答えに、僕はもう一度周りを見回した。おいぼ岩とは、予想に反して岩の種類とかそんな話なのだろうか。K がガードレールを乗り越えたので、僕も続いてガードレールをまたいで松林に入る。K は止めた車から一番近くにあった岩のそばで、立ち止まった。その岩は他の岩に比べると角が少なく、たまに近い形をしていた。大きさは縦に2メートル、横に1メートル半くらい。その岩を見て僕は、昔博物館で見た恐竜の卵の化石をふと思い出した。噂じゃ、どっかに手形とか人形が、ついてるはずなんだけどな。人形なら魚拓みてえにさ。この岩じゃないみてえだな、見当たんねえわ。岩の周囲をぐるりと一周して、K はそう言った。しかしながら当然、まだ何も聞かされていないのだから、手形と言われても僕には何のことだかわからない。なあなあ、そのウイボ岩って結局何なのさ。血生臭い言い伝えがあるって話だけど、K は僕の方をちらりと見て、クフと一つ笑った。それから、唐突に手に持っていた懐中電灯を、自分の顎の下に当てると、鼻っ柱や頬を光らせながら、どことなく稲川淳、風に語り出した。おいぼ岩の、おいぼ、っていうのは、実はおんぶするって意味なんですよね。でもほら、この岩は何も背負ってないでしょ？おっかしいな、とか思いません。いや、そういうのいいから。おいぼの意味は S が言っていたように、おぶる、背負う、で正しかったようだ。僕の言葉を無視して K はそのまま話を続ける。実はですね、この辺りには昔、一風変わった罪人の処刑方法があったようでしてね。ほら、向こうに山があるでしょ？ゴツゴツした岩山。処刑方法ってのはね、あそこで切り出した岩に罪人をくくりつけて、転がすんですよ。山の上から。転がす？私もそれ聞いたときね、思ったんですよ。あ、これ来たな。って、ロープで両手両足、それと首、一つずつ縛るんですよ。一つちぎれても岩から離れないようにってね。稲川淳、じゃないが、僕もそれを聞いた瞬間、ゾッときた。罪人が背負う岩、だからおいぼ岩って言うんです。噂じゃそれぞれの岩に一人ずつ、そうやって処刑された、罪人の念が染み込んでいるって話。いやーしかし、人間ってのは怖い生き物ですね。そう思いませんか？そうして K は、懐中電灯の光を、パチッと消して、ライブを締めくくった。話が終わった後も、僕の心臓は普段よりも速いスピードで脈打っていた。そんなバカな。いくらなんでも、岩に縛って転がすとか、
そんな幼稚で残虐な処刑方法が、日本で行われていただなんて信じられない。結局は、噂話なんでしょ？僕が言うと、別の岩に行こうとしていた K が振り返る。その顔には、また顎の下から光が当てられていた。さあ、私には何ともわかりませんが、それでも、多くの文献やら古い資料やらにも載っている。噂話、ではあるようですけどね。そう言い残して、K は一人、松林の奥に行ってしまった。僕は K について行かず、この卵のような、自分より少し背の高い岩の横でじっと固まっていた。そんなことが本当にあったのか。僕にはわからない。ただ昔、この辺りは今よりもずっと交通の便が悪く、周囲から孤立した地域だったとは聞いたことがある。だとしたら、僕は想像する。もしかしたらあったのかもしれない。罪人を岩に縛り付けて、山の上から転がす処刑方法が、幾度目か、僕は辺りを見回した。月明かり。見える範囲至るところに黒い岩の影。人を引きこ、した、あっちこ、した、すりこ、したかもしれない無数の岩に、今僕は囲まれている。ゾクリ、と何かが僕の首筋を撫でた。一瞬めまいがして、僕は傍らの岩に両手をついて体を支えた。いかんいかん、僕は想像力が豊かすぎる。目をつむって、ぐらぐら揺れる感覚を平常に戻そうと、意識を集中させる。その時だ。僕はふと、背中に人の気配を感じた。Sかな、と思った途端、違和感を覚える。気配は一人のものではない。Kが戻ってきた？いや、Kはさっき車と反対方向に行ったはずだ。それ以前に、この気配は二人や三人といったものではなかった。大勢の人間だ。音。おしこ、した息遣い。布同士が擦れ合う。砂利を踏む。めまいはまだ続いている。それでも僕は、ゆっくりと目を開き後ろを振り返った。目の前に人がいた。10人、20人、いやそれ以上かもしれない。めまいのせいで視界がぼやけているが、みんな着物を着ていて、顔はミイラのように白い布を巻いていてわからない。隙間から目だけが覗いている。松明を持つ者、丸太を持つ者、縄を持つ者。僕は声を出そうとした。でも出なかった。口に違和感がある。どうやら僕は、猿ぐつわをかまされているらしい。いつの間に、と考える余裕はなかった。猿ぐつわだけじゃない。両手両足も動かない。僕の体は岩にくくりつけられていた。一番ゾッとしたのは、首に巻かれた縄を意識した時だ。なんだこれなんだこれなんだこれ。でたらめにもがく。固く結ばれた縄はびくともしない。周りの景色さえ変わっている。ここは山の上だ。さっきまでの松林の中じゃない。人の動く気配。そこでようやく僕は、目の前にいる人間が、僕をどうしようとしているのかがわかった。僕は今、罪人なのだ。白い布で顔を隠した幾人もの人たちの前で、大牢のようなものが一人進み出て僕に何か言っている。男だと思う。声は聞こえなかったが、かろうじて布の口のあたりが動いているのがわかる。男が僕に一礼した。それを合図に、その場にいた者たちが僕のそばに寄ってくる。太い丸太を持った者が、それを岩の下に差し込んだ。何本もの腕が岩に触れる。やめてくれ。声が出ない。僕はもがく。もがいて、もがいた。ゴン、と何かが外れる感覚。岩を伝ってくる振動。徐々に、徐々に。まるでスローモーションのように、僕は空を見上げていく。仰向け。星。月。そういえば、今日の月も満月だったな、などと場違いなことを考える。空気を裂くような大きな音がした。同時に後頭部に衝撃。死んだと思った。気がつくと僕は松林の中で、地面に仰向けで、大の字の状態で倒れていた。そのまま十分な時間放心してから、僕は自分の状況を確かめる。息が荒い。心臓の鼓動がすごい。頭が痛い。怪我はない、多分。生きてる。よかった、生きている。ゆっくりと状態を起こしながら、僕は先ほどの大きな音は、車のクラクションだと気づいた。S が鳴らしたのだろうか。そんなことを思いながら僕は立ち上がった。懐中電灯が地面に落ちていて、拾おうと手を伸ばす。そこで、僕は自分の手のひらに、何か付着していることに気がついた。それは赤黒く粘り気のある液体だった。両の手のひらについている。はっとして、拾った懐中電灯で目の前の岩を照らす。よく見るとそこには、同じく赤黒い液体がこびりついていた。2箇所。ちょうど僕が、めまいを抑えるため両手をついたところに、手のひらを確認する。僕は怪我をしていない。おい、大丈夫か。振り向くと、車から降りてきた S が、ガードレールをまたいでこっちにやってきていた。車ん中で見てたんだが、突然倒れるわ。その後起き上がってじっと岩を見てるわ。何かあったのか？僕は無言で S に手のひらを見せ、ついで岩の手形を指さした。S も無言で見合って、
それから岩に付着したそれを指でなぞり、匂いを嗅ぐ。血だな。怪我したのか？僕は首を振る。S は何か考えるような仕草をし、後頭部。とつぶやいた。ついで、触ってみろ。という。僕は言われた通り後頭部を撫でる。激痛。びっくりして撫でた手を見ると、粘り気のない真新しい血が付着している。どうやら後ろに向けて倒れた時に、頭に傷を負ったらしい。幸い大した怪我ではないようだが。そういうことだ。じゃないと、岩から血が染み出たってことになっちまうからな。どうやら S は、この血は全部僕のものだと言いたいらしい。けれども僕は後頭部を触っていない。釈然としなかった僕は、でも、と言おうとしたが、それより先に S が口を開いた。K はどこだ？そこで僕はやっと K の存在を思い出した。確か、松林の奥に行ったはずだったが、近くにはいないようだ。おい、K、と大声で呼ぶが、返事はない。僕と S は顔を見合わせた。二人で探しに行くと、松林の奥、岩の陰で、うつ伏せに倒れている K を発見した。死んでいると思った。肝が冷えるというのは、まさにこのことを言うのだろう。慌てて近寄り、体をひっくり返して呼吸を確かめる。呼吸は、ある。死んでない。どうやら気絶しているだけのようだった。ほっと息をついた途端、全身の余分な力が抜けるのが分かった。おい、起きろボケ。と、S が K の方をバシバシ叩くが、K は起きなかった。K の身に何が起きたか。僕には大体の見当がついていた。おそらく、K と僕はほぼ同じ体験をしたのだ。罪人となり、岩に縛られて、転がされる。僕は S が鳴らしたクラクションで、こちらに引き戻された。K はどこまで、見た、のだろうか。不意に得体の知れない恐怖が、じわりと染み出てくる。僕はそれをやたらに首を振ってごまかした。ゆすったり蹴ったりしたが、K はいつまで経っても起きない。仕方がないので、このまま車まで運ぶことになった。じゃんけんして負けた僕が K を背負う。脱力した人間というのはすごく重いのだな。そういや、これ、おいぼだな。と、車に向かう間に S がぼそりとつぶやいた。確かにそうだと僕も思った。だからどうしたとも思った。結局 K が起きたのは、走行中の車の中だった。その時僕と S は、明日になって K が起きないようなら、病院に連れて行こう、と相談していたので、突然 K が飛び起きた時はびっくりした。若干車も左右に揺れた。お、だ、は。で、ここは、車の、中か？K は明らかに混乱していたが、ここが S の運転する車の中だと僕が説明すると、とりあえず落ち着いたようだった。そうして K は僕の方を見やり。お前、あれ、見たか？僕はうなずく。僕が見たもの。K が見たもの。あれ、が何を指しているかは分かりきっていた。どこまで見た？転がり落ちる寸前まで。ああ、そうか。そりゃよかったっつうか。俺は全部、最後までだ。やばかった。言葉が出なかった。K は、あれ、を全部体験したというのだろうか。僕たち二人の様子に、運転席の S は何か言いたそうな顔をしていたが、結局何も言わず、ハンドル操作に専念することにしたようだ。あれ、は一体何なんだろう。僕は独り言のようにつぶやいた。岩の記憶か、罪人の記憶か。多分、岩の数だけあるんだろうぜ。K はシートの上に油をかき、下方向へと大きく息をつく。途中までしか見てないんだろ。続きを教えてやるよ。唾を飲み込む音が僕自身のものだと気づく。コロンコロン転がって転がってよ。途中で右の手と左の足が飛んだな。正直、漏らしてた。ここでじゃねえぞ。あの中、での話だ。たとえ漏らしたって馬鹿にはしない。僕も怖かった。死ぬと思った。実際、あのまま転がっていたら、少なくとも、あの中、で僕だった罪人は、死んだだろう。しかし、K が次に言った言葉は僕の予想とは違っていた。絶対死ぬだろこれって思った。でもな、俺の岩のやつは、死ななかったんだ。え？転がり終えても、生きてた。だから良かったっつうか、岩の形か転がり方が良かったっつうか、運が良かったっつうか、死んでたら、やばかったな。多分、俺、ここにいねえだろ。そして K はブルブルと体を震わせて、その震えを口から絞り出すように、再度大きく長く息をついた。死んでいたら、やばかった。おかしな言葉だが、言いたいことはわかる。あれ、はそれだけリアルな体験だった。もしも夢と現実の間に何かあるとしたなら、あれ、はその類のものだと思う。長い息を吐き終えた後、K はすっと顔を上げた。大して期待もしてなかったおいぼ岩が、まっさかあんなにやべえもんだとはな。僕は深くうなずく。K もうなずく。まったく、いい経験をしたもんだぜ。車内から一瞬、一切の音が消えたような気がした。僕は脳内で先ほどの K の言葉を復唱する。でも意味がわからない。もう一度。
それでも意味がわからない。もう一度。当たりも当たり、大当たりじゃん。噂広めれば、すっげえスポットになるぜあそこ。あんな風に死にかけるなんて、なかなかできることじゃねえしな。車内にパッと光が灯る。見ると、K が顎の下で懐中電灯を構えていた。いやー、不思議なことって、本当にあるもんですねー。そう言って K は嬉しそうに。うははは。と笑った。S が、このまま病院行くか?と小声で僕に囁いた。僕は力なく首を振る。深夜の病院なんて、絶対喜ばせるだけだって。その後、僕は窓の外を見やりふと考える。もし K が縛られた岩が、死ぬ岩、で、罪人と一緒に K まで死んでいたら、どうなっていただろう。もしあのまま K が、眠ったまま起きなかったとしたら、散々悩んで想像して、僕なりにたどり着いた結論は、それでもバカは治らなかっただろう、だった。多分、僕はまた K を追い越する羽目になるのだろう。僕が吐いたため息は、車の窓にわずかの白い跡を残したきり、すぐに消えていった。俺ん家の隣の物件がシャレにならんのだけど、見た目は普通の2階建て、何の変哲もない家なのよ。借家じゃない。普通の一戸建ての売り屋。でも、そこに住む人々、どういうわけか、みんな不幸になって出ていくのよ。俺が子供の頃、その隣家には、夫婦と小学生男子の3人家族が越してきて、その男子は俺より一つ年上で、隣同士ということもあって仲良くなった。その家族が越してきて2年半くらいした時かな、旦那さんが経営している店が潰れちゃったとかで、借金ができて、その家も売らなきゃいけなくなって、結局どこかに引っ越していってしまった。せっかく仲良くなって、友達でもありお兄さんでもあった、隣の男子と別れるのは寂しかったな。それが小学4年生頃の話。その後、空き家になっていたんだけど、1年くらいして、今度は中年の夫婦が越してきた。高校生の息子がいるらしい。さすがに俺は小学生だったし、相手は高校生だから、その家のことは話はしなかったが、うちのお袋と、その家の奥さんとがすげえ仲良くなって、その後は近所付き合いしてた。でも2年くらい経った時、その家の高校生の息子が、暴走族みたいなのに入っていて、そこでかなりヤバい傷害事件を起こして、逮捕されてしまった。それが新聞とかにも載っちゃったもんだから、大変。それが原因で息子さんは高校退学になるし、傷害事件の賠償問題とかで、かなりの借金も背負ったらしく、それで夫婦仲も悪くなってしまったようで、最後は家庭崩壊。結局、一家離散みたいな形で出て行ってしまった。俺が中学生になった頃には、今度は独身のおっさんが越してきた。サラリーマンだったみたいだが、朝早く出社し夜遅く帰ってくるような人だったので、当然近所付き合いもゼロ。で、そのおっさん、1年くらいした時に、変死。家でぶっ倒れていたのを、何日も出社してこないから不審に思って、駆けつけた同僚が発見したらしい。その後2年くらい空き家になっていたんだけど、俺が高校生の頃に若夫婦が越してきた。子供はいなかった。でもすぐ妊娠がわかり、近所でも、おめでとう、よかったねー、なんて、祝福ムードだった。が、その奥さん、その家で階段を踏み外して転落、流産してしまった。それが原因なのか、夫婦仲が冷めてしまったようで、旦那さんも外に別の女作ってしまったとか、奥さんがノイローゼになって、自分から旦那の悪口を近所に言いふらしていた。結局、離婚してしまったらしい。また空き家になってしまった。いい加減、この辺りで不審に思えてくるが、それでも越してくる人はいる。次に越してきたのは老夫婦。ここまで来ると俺も近所の人たちも、ああ、また、と嫌な予想をしてしまう。で、案の定、2年後に旦那さんが胃がんを発病。しかもかなり進行していて、癌の転移もあったらしく、普通の病院では治療が不可能とのことで、遠くの病院に入ることになって、看病が必要なこともあり、その病院のある町に引っ越していってしまった。ここまで来るとさすがに近所でも評判の、住むと不幸になる家、として、怖がられるようになる。ところが不思議と、なぜかこの家を買おうとする人が後を絶たない。空き家になると、すぐ別の客が下見に来る。どうやら不動産屋が、売り値をかなり安く設定してあるらしいんだけど、まあこれだけ不幸が続いていて悪評判の家だから、値段が安くなるのも当然といえば当然なんだが、しかしそれを怪しまずに、買おうとする人がいるのも事実で、やはり値段にはかなわないんだろうな。直接幽霊を見たとかいう話は聞かないんだけど、絶対に何かの自爆霊とか、取り付いているとさえ思えてくる。つうか、不動産屋もお払いとかしているのか?俺んち含めて、近所の人たちはいい加減、この物件に人が住むことを恐れている。が、それでも下見に来る人は後を絶たない。
でもその家を買おうと思って下見に来る人に、この家は住むと不幸になるからやめた方がいいよ、というわけにもいかないし、どうしようもない。その後は同性カップルみたいなのが住んだけど、またわずか半年で出て行った。原因は知らん。ここまで来ると、もう原因なんてどうでもよくなってくる。で、半年前、また引っ越してきたよ。今度は水商売している風の若夫婦。小さな子供も二人いる。その夫婦、ここ3ヶ月前から、やたら夫婦喧嘩が絶えないんだよね。最近では深夜に毎日、怒鳴り声が聞こえる。子供も泣きわめいている。早速、不幸、になる兆候が現れ始めている模様。この分だと、おそらく来年には、また空き家になっていることだろう。次にこの家を買おうとする人、マジやめといた方がいいよ。住むと絶対に不幸になるから。東京郊外で、一戸建ての物件探しをしている人は気をつけてね。下見に行った時、近所の人が渋い顔していたら、その家がそうかもしれないから。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。